봐! 맨날 아이돌로 고맙구마요. 오마츠카네 노 시리즈 살신사쿠 페르소나 4 단싱 올나이트 세유산 토크 엔도 나마라이브 토크방 아또 1시간 뒤 스타트구마요. 민나 19시 までに ちゃんとお風呂入ったり ご飯食べたり おトイレ行ったり あと宿題もやったくま。 でもって そんなの全部終わっとるっちゅう人は 今から熊の王熊による熊のための スペシャルな熊コンサートを楽しむくまよ。 ちょっと熊調子乗りすぎ。 何よ熊コンサートって。 台本にないことやんない。 スタッフさん混乱しちゃうでしょ。 およよ ディセちゃんなしてここに。 クマはただびっくりドッキリ企画で そのめくるめく愛のクマオンステージを。 やっぱりね。 あんた最初から台本無視するつもりだったでしょ。 クマだけじゃ不安だと思って早めに来てよかったわよ。 みんなのアイドル、リセチーだよ。 特番の放送開始まであとちょっと。 それまで私たちが2月5日 日本武道館での公式発表から今日までに公開されてきたいろんな動画を見ながら D4D をおさらいするリセチー&クマと見る D4D の世界をお届けしちゃうね。 それじゃあみんな準備はいい？ まずは D4D テーマソングダンスのリリックムービーから。 強引に流れ戻したくば。 クマの野望が。 Here's another one. Without me thinking about it, we the world's the big motion. When you walked into my
themselves, but we're taking over, making over. The lame shade claim they make games over. Is it spell the magic? Imagine what happens. Different age, different passion. What I'm asking, I can't call it. If I ain't got my cool boy, it's baby, come on, feel the vibe. Gonna touch down, make this die. Keeps me alive, the melody, the flow, the beat, the heart together, we ride. これが公開されてから4ヶ月長かったクマね。何しんみりしてんの。ほら盛り上げていくよ。次はお待ちかね、私たちのダンスにフィーチャーした映像を見せちゃうんだから。もうちゅうことはこのプリティ王子こと奥馬様のキュートでキッチャなダンスをお披露目できちゃうってことね。よっしゃー見とれー、クマの華麗なステップでメロメロにしちゃるけんね。クマクマだ、クマ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 。はいはい、メロ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 。とにかく次行っちゃうけど Are you ready?私たちのダンスムービーとリミックスナンバーのミュージックビデオ一挙公開だよ。やってやるさ、見ていてくれ。必ず俺が伝えてみせる、自分を表現することの素晴らしさを。俺の熱を感じてくれ。いなくなったカナミンキッチンのメンバーは真夜中ステージだって。あの曲とシャドウたちのダンスが影響を与えているのか。俺たちは必ず元の世界に戻ってみせる。ありがとう、特別捜査隊再結成だな。誰かの犠牲の上に成り立つものなんかない。絶対にそんなものを受け入れはしない。誰も傷つけない、誰とも傷つけ合わない、それがこの世界のルールなんだ。だからこそ伝えるんだ、俺たちのダンスで。わからないならわからないって伝えればいい。欲しいなら欲しいって伝えればいい。戦うことだけじゃない、今の俺にならできるはずだ。任せておけ、ミュージックスタートだ。中じゃないことは確かなんだよね。ヒント的なものってないのかな。できればお化け関係じゃないやつで。ほんと頭くる。苦しくてもちゃんと分かってもらうしかないってば。私らがやんなきゃいけないことはずっと変わってないよ。
燃えてきた。いくよ。傷つくのは怖いけど、だからってこんなの絶対間違ってる。私だって嫌われたらどうしようって不安で、でもちゃんと受け入れてもらえたから今だってみんなと一緒にいる。そういうことの大事さちゃんと伝えてみせる。私ら特別捜査隊じゃん。困ってる人がいたら助けんの当たり前っすよ。ちゃっちゃと片付けて、後のことは全部帰ってからにするってことで。いくよシャドウたち、カンフーダンスでノリノリにしてやるぜ。俺の出番だな。ご指名ありがとうございます。しょっぱなから飛ばしてくぜ。つか、お前もうタレントさんとかに会った？やっぱ可愛い？どうなんだよ生好みとか。マジありがとうございます。はい、ジュネスの名にかけて騒ぎません。ダンスで戦うってやつか。結構難しそうだよな。死んだアイドルの呪いとか言われてんの知ってるか？うっせえ。俺らはちっともかわいそうじゃねっつの。こんなとこに無理やり閉じ込めて幸せになんかなるわけねえだろ。もう好きにさせねえぜ。始めますか。見直しちゃったか。俺だって遊んでたわけじゃねえんだからな。かっこ悪いとかそんなんもうどうでもいいじゃんか。確かに俺は器用じゃねえけど、んな俺を認めてくれる奴らがいる限り絶対自分なんか捨てらんねえ。あいつと一緒にいろいろ経験して辛いのも苦しいのも全部乗り越えてきてんだ。俺らは絶対お前の思い通りになんかなんねえからな。うっし、行くぜ。Step on up to the fade.
お肉は霜降り、動きはゆっくり、食べたらねべしのおっきな牛さん、増田かなみです。元気に踊っちゃいますよ皆さん。絆フェス当日がいいお天気になるように一緒にお祈りしちゃってくださいね。この衣装胸がきついのだよな。また太った？いや、ない。ななこちゃんダンスできるようになっちゃったですか。すげーです。呪いの動画。ほわ、リセ先輩だ。よし、踊るべし。私何でもすべし。憧れてた人はいます。私がアイドルを目指したのもその人のおかげ。私小さい頃からいろいろ変で、あまり友達もいたことなかったです。だから嬉しかったですよ、仲間って言われて。つま先から頭の上まで必ず伝えるです。私たちをおいしく召し上がれ。気持ち伝えます。クマのイケメンプリ、ベイベイちゃんたちに見せてあげちゃう。僕のプリチーダンス、よそ見したらお仕置きさ。よろしくな。Thank you.
島七子です。よろしくお願いします。七子も一緒に踊りたい。お姉ちゃんはカナミ、七子もお手伝いする。お父さん見ててね。ダンスできるようになった。七子たち伝説になるの？すごい。うん、羊すべし、レッツダンスだね。ワクワクしてきた。テレビ？ナナコテレビに出るの？じゃあナナコカナミンと一緒ならやりたい。リセちゃんみたいにできるかな？ナナコファンいないよ。でもやってみるね。ここで弾いたら男がスタるってお父さん言ってた。ちょっと怖いけど、お兄ちゃん、ナナコのダンスちゃんと見ててね。すっごいすっごい頑張るよ。いっせーの。ヘイヘイホー、みんな楽しんどるからか。イエーイ。私たちのダンスどうだった？それぞれ持ち味があってみんなすっごくかっこいいけど、やっぱり一番は先輩かな。リセちゃん、そんな褒めても今日は先生コンクマよ。今目の前にいるクマを褒めちぎってほしいクマ。ほりほり。はい、それじゃあ今度は気分を変えて、一足早いけどサマータイム気分でダンスを楽しんじゃいましょう。あれれ、リセちゃん、クマのこと見えとらんクマか。もしもし。新しいコスチュームだね。ちょっと恥ずかしくない？あんまり見ないで。これはちょっと。しょうがない、今日はサービスしちゃう。幼稚園。知恵先輩最高。言葉がありません。美しいです。バッチリ決まってるよ。見てるこっちが照れちゃうな。小悪魔的魅力十分です。ナオト君超セクシー。なんでそんなに可愛いの？キメキメダンスでメロメロにしちゃれ。どっちもいい感じじゃねえか。やべ、キュンときちまったじゃねえか、こら。なんてハイカラなんだ。もほほい、ちーちゃんもゆきちゃんもりせちゃんもなおちゃんもみんなそうキュートくだよ。ちょっとサービスしすぎちゃったかな。でも水着だけじゃなくて他にもまだまだいろんな衣装で踊れちゃうんだから。なんとお着替えしてダンスできちゃうクマね。そうそう、衣装だけじゃなくてメガネとかヘッドホンとかそういうアクセサリーみたいのも装備できちゃうの。デノンさんのヘッドホンもつけられるんだから。デノンヘッドホンきたオッケー、じゃあそれが次ね。デノン ×P4D コラボレーション PV いっちゃいましょう。デノン×ペルソナ4ダンシングオールナイトコラボレーション。ペルソナ4ダンシングオールナイトにデノンのヘッドホンが登場。 AH-GC20 この安定感抜群だな。パーフェクト。AH-MM200、 うん、リズムもキレも完璧。 AH-MM300、 いい感じだぜ。これがグルーヴ感ってやつか。 AH-MM400、 すごいよ、軽やか。ノリノリでいこう。スババパッドバーンの大迫力すげえな。力強さもありやがる。抜群のキレがありましたね。いい感じ、楽しかった。ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスヘッドホン AH-GC20、 フォールドイン機構でコンパクトと音質を両立。 AH-MM200、 オンイヤーで追求した最高の音質を AH-MM300。
アメリカンウォールナットの心地よい響きと表現力 AHMM400 デノンヘッドホンシリーズでさらにスタイリッシュに。ペルソナ4ダンシングオールナイト、2015年6月25日オンセール。クマママママママ、ちょ、クマ？何しょげてんの？ああ、さてはこの PV あんたが出てないからでしょう。仕方ないでしょ、だってあんたの耳は。ゆゆゆ、なしてクマの耳にはヘッドホンが入らんクマか。陽介はちゃっかり出とったクマよ。普段からヘッドホンキャラってずるいクマ。クマもデノンヘッドホンつけてシェイクヒップしたいクマよ。おい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 、クマ泣かないの。次でラスト映像なんだからシャキッとしてよね。最後は嘘、男子たちのあの衣装の映像。これは心臓の弱い人ちょっとご注意かな。ゾクゾク、何やら背筋に悪寒がしてまいりました。恐る恐る行ってみるクマ。よし、ここからが見せ場だ。楽しもう。行くぜ、任せとけって。よっしゃ、準備はできてるぜ。さあ、大胆に行こう。おいしいとこ持って行きやがって。うめえな、相棒。さすがっす、先輩。乗ってるみたいだな、陽介。あ、何決めてんだこら。やるな、感じ。アグレッシブなダンスだ。なんじゃこりゃ、決まりすぎだろ、感じ。一組でしとめちゃいそう。あー、暑苦しいけど、結構いいかも。いい汗かいたな。うん、まああったよね、こんなの。先輩はともかく、花村先輩の女子高生とか肝心のとか。見てはいかんものを見てしまったくも。でも先生はやっぱすごいクマね。ガールの格好であの威厳よ。なかなか真似できんでしたい。ほんとほんと、スケバンスタイルもかっこいいぞ先輩。だから先生は今日昆虫に。いいの。さて、最後は強烈だったけんども、みんなどうだったクマか。しっかりおさらいできたクマ。この後はなんと DJ 若さんがお送りするプレステージペルソナサウンドのコーナークマよ。そして19時からはいよいよ豪華声優陣&アーティストの皆さんによる生トーク&生ライブ特番。本番までテンションマックスで盛り上がっていこう。それじゃみんなも一緒にペルソナ4ダンシングオールナイト、レッツダンス。
apart. Tell me why you did it after the promise. Still I can, still I can. Oh baby, I need your love. Looking so deep, pink buttons ringing. All I need is admiration. Big frustration, bro. He goes like fish, so we gave a shot, but didn't work, honey, 'cause we had a whole lot going on and on and on.
a wrong road. I call when the cat in your box. Body stronger, stronger. The farther on you go, go. Thought I knew you. You can't ever say I know me. There's sorry shadow I could turn out to be. The road will go on with me or without. Thank
that we were a ride. Take your losses in your stride. です。これみんな聞こえとる？おー、オッケーオッケー。改めまして、こんばんは、クマ。みんなのクマクマよ。お待たせしました。ペルソナ4ダンシングオールナイト発売直前のイベントスタート、クマ。One time for your mind right now. Let's go, let's go, let's go. Yeah, yeah, cut the deal, cut the deal. Ho, 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 yeah, yeah. In a whim with a flow, double trouble on the go poses. Keep posing, opposing against these both. Please know I'm the most. Then we rap from the clock, we juggle. Bye.
Okay. Verse 2. Living real life, don't be possessed for whoever, no time to waste, keep it moving. Whether on and off, don't be torn, man, you can never give up, life keeps moving. Embrace the heartbeat, step to it, step to it, connect with it, hold it tight, better wet to it. Told you once, ain't nobody can hold me down. D. Said you walked into my life, yeah. And we connected like we shared a magic dance. Straight away, go my way, let the nonchalant be command to themselves. But we're taking over, making over the lame shame claim, they make game over. It's veil of magic, imagine what happens. Different age, different passion. What I'm asking, I can't call it. Fuck up, my crew won't be dancing. Baby, come and feel the vibe. Gonna touch down, make this time. Keeps me alive, the melody, the flow, the beat. Together we will rise. All this energy's got us inspired now. We couldn't stop it, just set it free and dance. Come on. Ladies and gentlemen, please welcome Kamura Yumi! Hey! Best Friends Bandbox Remix! All throughout the struggle, sometimes I feel I can't shake the habit, I just can't. I know in the end I feel the chill, cause the Lord will go on with me, always making all compromise. Why do you fall a better life? It's a long road, a cold wind to get in your bones, but you're stronger, the farther on you go. Though I knew you, you can't even say I know me. That sorry shadow I could turn out to be. All throughout that struggle, sometimes I feel I can't shake the habit, just I can break. I feel the chill, cause the road will go on with me, always I'm making all compromise. I do want a better life. Thank you.
あーあー、マイクチェック、聞こえてる？ヤッホー、こちらみんなのアイドル、リセチーだよ。ステージの前のみんなも、生放送見てくれてるみんなも盛り上がってる？今日はモニターの前でこの番組を楽しんでくれてるみんなに感謝を込めて超スペシャルな企画を用意しちゃったよ。題してアイドルリセチーが送るツイッター連動プレゼントキャンペーン、イエーイ。今クマが頑張って公式ツイッターで番組告知してるけど、そのツイートをみんながいっぱい拡散してくれたら豪華プレゼントがゲットできちゃうっていうすっごい企画なの。方法は簡単、公式ツイッターのリセチーキャンペーンのツイートをリツイートしてくれるだけで OK。 みんなの応援が多ければ多いほどプレゼントがゴージャスになっちゃうよ。そしてそして、そのプレゼントはこちら。皆さんこんばんは。すごい会場も総立ちですけど、こっからしばらくトークパートから座って大丈夫だよ。ありがとうございます。ってことで今日ですね、先ほどから素晴らしいプレーを聞かせてる DJ ワカさん、ありがとうございます。さあ、いよいよあさって発売となるペルソナ4ダンシングオールナイトの声優トーク&生ライブイベントでございます。本日ですね、MC を務めさせていただきますのは、よっぽど学ラン来てこようと思ったんですけども、今年40のおっさんの学ランもどうかと思いましたので、この格好でやってまいりました。今年40です、日本放送アナウンサーの吉田でございます。よろしくお願いいたします。はい、ねえ、さて、じゃあそれではまずは素晴らしいライブからいきなりスタートしちゃいましたけれども、そのライブをですね、行ってくださいましたアーティストの方々にご登場いただきたいと思います。それではまずはこの方から、川村ゆみさん。続きまして、はいはい、かわいいっていうコールこれぐらいまでしてて大丈夫ですか。続きで次の方ご登場いただきましょう。ロータスジュースさーん。すごいですよ。はい、もう続いてお二人連続してかわいいっていうコメントしか出てませんからね、会場からね。それでは続いて、次こそ言わなきゃいけないんじゃないですか。平田志保子さーん。素晴らしいライブを披露してくださった皆さんですが、それもこの曲あったればこそということでございまして、この方々にもご登場いただきましょう。ペルソナ4シリーズサウンドディレクター目黒翔士さん。すげえ、すごいことになってるね。かわいい。そして B4D サウンドコンポーザー小塚亮太さん。それでは、せっかく揃っていただきましたので、どうぞ皆さんまずはおかけいただきまして、ここからお話聞かせていただきたいと思いますけども、すいません、あれ、なんかもういきなり速報が入ってきたんですけど、先ほどツイッターのリツイートキャンペーン出したじゃないですか。もう500リツイート突破してる。早い早いな。イエーイ。まあでもものすごい期待が盛り上がっていることは、この会場の空気からもコメントからも分かったりしますけども、はい、まずはいきなりライブしていただきましたアーティストの皆さん、一言ずつ感想いただきたいんですけど、川村さんいかがでございましたか。ね、さっきから本当コメント、ね、反応がかわいいっていうのですいません、いつもの。うるせえよ。やっほー、生放送ありがとうございます。ありがとうございます。しかもそんなこと言ってる間にいつの間にかリツイートも1400突破してるみたいです。素晴らしいね、ありがとうございます。すごいね。じゃあそしてロドチューさんいかがでしょう。はい、なんかさっき見てたら、ニコ生今で2位らしいですよ。あ、今見られてる人数が素晴らしい、早い。多分これ普通に1位になるんじゃないかっていう。減ることないですからね、ここからまずね。すごいですね。素晴らしい曲でございます。でもそれは素晴らしいライブしていただいたからですよ。今のお気持ちいかがですか。もうやっぱり最高ですね。ペルソナファンの目の前でこうやってライブができるのは。なんかリセチ喋りだしたね。すいません、なんかいつの間にか、リセチ出ちゃった。もうリセチ喋っちゃってましたけど。大丈夫。
すいません、リセチちゃんと喋れた方がいいですか。どうしますか。一応ちゃんと、え、何、もう一回大丈夫。もう一回、じゃあもう一回リセチにきっかけを与えるとリセチが喋り出すの。わ、かりました。じゃあ行きますよ。リセチ落ち着いて、落ち着け、落ち着け言われてますけども、じゃあそれでは、リセチリテイクどうぞ。やっほー、またまたリセチだよ。リセチのツイッター連動キャンペーン、みんなのおかげで、あっという間にツイートが広がっちゃったみたい。本当にそうですね。みんな、本当にありがとう。ありがとう。私もちょっと驚いちゃった。ちょっと驚いちゃった、驚いちゃった。お待ちかねのプレゼント第1弾、ここで発表しちゃうね。お、じゃじゃーん。おお、プレゼントは残り2個。引き続き盛り上がっていこう。はい、応援よろしくね。ごめんなさい、ごめんなさい、1000も超えてるんですけど大丈夫なんですか。線の方は今やるんですか。なんか数舐めてない、数舐めてない、どうするんですか、どうするんですか。線はやるんですか。いきますか。線ももういきましょう。もう全くためが効いてないんですよ、勢いありすぎて。それじゃあいきましょう、線リツイートバージョンもどうぞー。やっほー、みんなもう待ってて。リセチのツイッター連動キャンペーン大盛り上がりだよ。そうですね、全部みんなの応援のおかげ、本当にありがとう。ありがとう。ということで、はい、私からの感謝の気持ち、プレゼント第2弾はこちら。おー、みんなからパワーもらって、どんどんプレゼントがゴージャスになっちゃってる。次でラスト。みんなまだまだ本気じゃないでしょ。どんどん盛り上がっていこう。いやいや、超本気だよ。最後まで応援よろしくね。あっという間だよ。あっという間。どうなるの。どう、大丈夫、まだ2000超えてないよね。それだけ知りたいんですけど。まだ大丈夫、まだまだ大丈夫らしい。2000も楽しみにしましょう。そして話途中になっちゃいましたけど、平田さーん、こんばんは。まずご感想一言いただいてもよろしいですか。いや、もうめっちゃ楽しいです。でもなんか、ね、空耳がこう流れるのがナスビナスビ言ってましたもんね。さっきこんだツナフレーク。でも弾幕見て俺、空乳牛でもう、笑いをこらえる無理だったから、この会場ダメだ、全部出るからね。食ったナスビでもうすごいことになったし、そうね、逃げられないよね。頑張ったんだけどね、こうやってやらないようにしたんだけど。乳牛ね。まあ、今日この後もね、まだまだちょっとその辺に関してどうなるのかなみたいなのは楽しみにしていただきたいと思いますが、はいはい、そして、これらの楽曲作られたのは皆さんから向かって右側の皆様でございます。ということで、まずは目黒さん。いや、ライブライブでこうなってるのを見るとすごい感慨も新たじゃないですか。そうですね、すごいですね。 ありがとうございます。なんで一言みたいなんですか。嬉しいんですよね、これね。嬉しいです、いいから。もちろん、もちろんですよ。でそしてこの楽曲群を引き継いで今回小塚さんがサウンドコンポーザーとしてご参加になっていらっしゃいます。イエーイ。小塚さん登場した時、客席がありがとうございますって言ったんですよ。ほとんどそれで登場した時に仏像とかに言うやつですよね。ありがとうございます。小塚さんはこ の, あのお客様のリアクション見てどんな感じですか。あ、そうですね、さっきあの後ろで聞いてたんですけど、ちょっともうこっちに混ざって楽しみたかったなって思いました。ダメ、今日まずこっちで仕事していただきたいと思っておりますが、すいません、こんな話じゃね、早いよ、2000来たら。2000来ちゃったらしいですけど、やります。すいません、じゃあ多分もうあの今日これ2000行ってしまって、あのすごい序盤でもうリセチの出番ない気がするんですけど、大丈夫かな。じゃあ、どうぞ2000リツイート突破おめでとう。ではどうぞ。やっほー、速報速報。なんとなんと、リセチのツイッター連動キャンペーン、ツイート数がこんなに集まっちゃいました。すごい、みんな偉い、かっこいい。こんなたくさんのみんながいっぱい応援してくれたんだもん。最後のプレゼント、ゴージャスなやつじゃなかったら事務所に文句言ってやるんだから。それじゃ、期待を込めて発表しちゃいましょう。最後のプレゼントはこちら。おー、これすごい、すごい。思ってたより豪華じゃない。やる。どうだった、みんなも楽しんでもらえてたら嬉しいな。たくさんの応援、本当に本当にありがとうございました。引き続き番組もいっぱい楽しんでてね。以上、みんなのアイドル、リセチでした。みんな、またねー。もう終わった。はい、開始
18分で出番を全うされたミセチさん。ミセチもいなくなっちゃった。素晴らしかったですね。じゃあそして、でまあお話としては今もうこういう風なもうすごいリツイート数というか注目を集めているのはやっぱり楽曲がすごい素敵だからだと思うんですけど、ペルソナシリーズ、あのお一人ずつ好きな曲とか聞いてても大丈夫ですか。ちょっと待ってください、カムラさんそんなに意外ですか。あのいやもう本当あのなんだろうな、もうなんだろうな、うつむくことじゃないよ。いや君の記憶とか言うとなんかもう墓穴掘ることになるし、いろんな理由があって、はい、あのもうどの曲も好きです。すみませんすみません、アイドルが誰が好きとか決められないみたいなリアクションになってますけど、本当に、まあ、大体そういう感じで、はい、かわいい、うるせんだよだからさっきから。なんで喜ぶんでしょうか。分かる、コメントもかわいいばっかりですよ。おかしいんですよね、この人たち。かわいいとキレゲーというこの状態に。じゃあ次はロータさんは、はい、あの好きな曲という、あのペルソナ曲は、はい、時期によって結構好きな曲が変わるんですけど、はい、秋とかはね、冬とかは、なんで真夏の曲が今は、あの、ま、手前味噌なんですけど、ダンス、この曲は結構好きで、あの小塚さんが作ってくれたディスコ曲で、ね、あれはね、結構自分でも何回も聴いちゃいましたね。あんま自分の楽曲聴かないんですけど、おでもそれでも聴きたくなるような曲ですよ ね、 すね、まあ、しかも音ゲーの場合って何度も聴くから曲すごい重要ですからね。そうですよ ね、 ね、じゃ平田さんちなみに、あ私もちょっといっぱいありすぎて選べないけど、うん、P4D の中で言ったら、うん、あの小塚さんのシャドーワールドと、 あ、 いい、ね、あとハートビートハートブレーカーのテイトーワさんのミックスがすごい、もともとファンだったんで、やっべーみたいな、やっべーマジでってなりましたというお話があって、はい、でまあ、ここまでのこう音世界作ってらっしゃった目黒さんからすると、はい、こういうお話とか聞いてお客さんのリアクションがあって、まあ、あのペルソナ4ってそもそも音楽どういう風にしようってプランがこれあったんですか。そういうこと聞くんですか。いやいやいや、待ってください、待ってください。逆に何を聞くの。そこで目黒さんの好きな女性のタイプが聞けばいいんですか。僕がなんか好きな曲とかはね。僕は千恵ちゃんが好きなんで、それはもう揺るがないんで。じゃあ分かりました、女性はとりあえず置いといて、目黒さんの好きな曲はあるわけですか。好きな曲はさっきあのじっくり聞かせてもらったんですけども、ジュネスの曲が、おお、あの小塚の作曲で。本当ですか、意外なところで。今小塚さん今初めて聞いたという程度、本当に初めて聞いたんですか今。初めて聞きました、この表明は、はい、それ聞いてどうですか。まあ先輩ですよね当然ね。そうですね、先輩のこんなお褒めの言葉を聞いて。いや、ありがとうございます。そういうしかないなっていう。どういたしました。じゃ あ、 あの小塚さんにも同じことをお伺いすると、はい、好きな曲は、僕も結構気分で変わるんですけども、最近あの Now I Know の三宅優さんのリミックス、あーいいよね、それがすごくちょっとツボってますね今。おいやでも本当にね、音楽がかっこいいからこういうイベントもできるし、そして音ゲーを作ろうみたいな話もなるんだと思うんですけど、あの音ってどういう風にしようってプランが目黒さんあったんですか。こういう風にここですよ、ちゃんとした話。好きな曲の話したいみたいだから振りましたね。いやあのやっぱりあのゲームありきで、ゲームがこういう雰囲気でこういうゲームなんだっていうのに合わせて、僕はあのまあ染み出すように なんか曲を書く。じゃあ僕らはあのこれなんか目黒さんから染み出したものを消費してる。この趣旨は湧き出るって、湧き出る。それだ。染み出したまずいわ。染み出したものにあの川村さんたちがボーカルをつけている。なんだろう、湿った感じが。なんだろうね、それね。目黒汁って言われてますね。目黒汁、染み出すわ。出てる。目黒ジュースだね。目黒ジュース。ロータスジュース、目黒ジュース。そう。そっち行くのやめよう。やっぱり、まあ、ゲーム自体がやっぱりなるべくスタイリッシュなものがいいっていうのはやっぱりオーダーとかはあったわけですからね、これね。いや、プロデューサー、ディレクターの、はい、橋野からは、はい、まあ、まあです。いつも通り好きやってだったんですか。はい、おあのだから作ってるとスタイリッシュになっちゃうのかな。ね、なんか今ここ、いやゲームがスタイリッシュだからですよ。ゲームがスタイリッシュだから、ね、それ自分がスタイリッシュとか逃げたいっていうすごい感じですけど。ゲームがスタイリッシュだったら、僕はスタイリッシュが染み出しちゃった。スタイリッシュ。目黒からスタイリッシュが染み出した。目黒さんの上にスタイリッシュを重しを置くとだんだんそういう。
染み出して、ちょいちょい今回これを引き継いで、まあ、音ゲーにしようってことになって音楽の重要性を増したところをこう小塚さんが引き継ぐわけじゃないですか、はい、引き継いで初めどんなことを考えましたか？プレッシャー感じますよね。そうですね、あのもうペルソナ4、まあ、ペルソナシリーズの音楽はもうかなり世界観が出来上がってたので、うんうん、やっぱりあんまり下手なことやってもしょうがないかなっていうのがあって、うんうん、なのでまあ一発でペルソナだなって分かる曲っていうのはやっぱり前提としてはつく。すみません、真面目に答えちゃいましたけど、でも なんでそういうの用意してた？そのコメント。いや、全然用意してないです。この淀みなさがちょっとびっくりしてるんだけど多分大丈夫ですよ。もう小塚さんは小塚さんで、目黒さんの話を受けて今何か汁が染み出してる状態でございます。あ、小塚さんの。で、じゃあ小塚さんはなるべくじゃあ、はい、ペルソナのこの伝統をちゃんと引き継ごうっていう意思だったわけですよね。そうですね、まあその上でダンスなので、やっぱり踊れる曲というか、はいはい、ダンサブルな感じで仕上げようっていうふうに、うんうん、でダンサブルな曲を仕上げようということでオーダーするのが小室哲哉、朝倉大輔ってなんでそんなすごいところにまず行けたんですか？その、そうです、そこはまあぶっちゃけるとちょっとプロデューサー人がかなり暴走してくれまして、僕は結構煽ってるだけでいいですねいいですねって煽ってたら決まってしまったって。身の程を知らないんですよ本当に。え、煽ってて、じゃあ小室哲哉とかいいんじゃないですかって言ったら、いや小室哲哉行ってみましょうかって OK。 そうそうそう、すごい、ありがとうございます。すごいね誰だろう、朝倉さんもそうだったと思う、確か。そう、朝倉さんも同じようなノリで、じゃあ頼んじゃおっか、うん、頼んだら OK だって、わーいみたいな結果オーライみたいな、ね、えらいことできますね。でもその中で、それでだってそこでロータスさんやるの大変じゃ、プレッシャーかかりません、やっぱり。いやもうめちゃめちゃ、ていうかアドラスってチャレンジャーだなと思って。そうね俺ラッパーだよみたいな。あ、そうですよね本業、そうですね。まあでもあれはなんかもう自由に何やってもいいって言われたから、うん、さっきからずっと何やってもいいってことばっかり言ってる会社ですよね。そうですね好きにやれと、好きにやれって言って、今回驚いたのがジュネスのテーマに歌詞がついて踊れるっていうでしょ。そうなんですよ、なんですよね、でこれは小塚さんの発案だったんですか？そうですね、実はかなりあのペルソナ4の頃にちょっとボーカル版を作る的な話が少しだけあったんですけど、まあその時は作らずで、まあ今頃になってこう音ゲーの曲としてつけることになるとはって感じだったんですけど普通は逆。そうですね、おっしゃる通り、ボーカルの時におまけで作ることはあっても音ゲーの時作んないんですけど、で今回作って、でもこの状態じゃないですか。でもすでにもう観客の皆様を見ていると、これはね、あのライブでやらないのもったいない感じがものすごいするじゃないですか。ねえ、若さももうかけてても DJ プレイしててもすごく気持ちがいいなというのが伝わってくる、そんなトラックだったんですけど、あのこれ目黒さんが OK って言えばできるんですか？いや、どうなんですか、ね、いや、アトラスの方ですよね、やっぱりこれね、 OK 出すとしたら目黒さん、ね、次のライブいつなの？お聞き方が超具体的。いつなの次のライブ、いつ8月あんたたち、あんたたち、いつまでもくっちゃべってんじゃならよ。怒られた、社長にはタイムイズマネーライブがやりたいの？うん、やりたいでしょうね。あんたたちやれよ。うん、社長、社長お金出してくれ、頼んどいてあげるから、トークコーナーはそこまで。え、なにそれ、え、なに社長からストップがかかったのこれ行くわよ、私のコーナー。あるの、そうか、ジカネット田中出張版生生あれ、ってことちょっと社長、今会場のどこかにいるんですかこれ？秘密、秘密、あれどっかにいるよ、いるね、これ生社長。サイン入り P4G P4U ペルソナ級ポスター。 P4D に楽曲が収録されている P4G P4U ペルソナ級の反則ポスターに、って反則だっけ、プロレスの反則じゃないわよ、販売促進を略しての、まさかのダジャレ反則よ。え、分かってる、はい、早く言ってよ戻るわよP4D に楽曲が収録されている P4G P4U ペルソナ級の反則ポスターに、今日出演しているアーティスト&声優のサインが入ったスペシャルアイテムよ。本当は本当いつも通りのね、あのぼったくり同然、いや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 、親切価格で提供しようと思ってたんだけど、今日だけはだだだだだ本当に出血大サービス。この会場の誰か2名様と、ニコ生を見ている視聴者一
1名様にロハでロハでプレゼントすげえ。ただし条件があるわ。出演者の誰かにゲームに挑戦してもらって見事クリアできれば晴れて商品ゲットよ。それって結構プレッシャーですよね。そうだよね。プレッシャーは誰にしようかな。だるまさんが転んだよし、ロータスジュースあんだよ。えマジか。決めたわあんだよ、決めたわよ。頑張って、はい、じゃあ、あっちみんなの後ろでいいんですね。後ろに行けばいいらしい。行ってくる。佐藤さん、バイヨー、早く釣るの寄せてくれよ。ロータスジュース頼んだわよ。あ、じゃあ、キャストさんは動いた方がいいんですね、はい、これね。はい、登壇者の皆さん、ジュースいただいて。スタンバイ完了するまでにゲームの内容を説明するわよ。社長、意外と段取りいいですね。ちゃんと決めてた。そう、取っていきましょう。はい、はい。では、ゲームの内容ん、なんか聞こえてきてる、なんか聞こえてきてる。いきなりいきなり何くま、いきなりちょっとあの、くま今休憩中って来てご飯食べてたくまよ。笑ってんじゃないわよ、くまっころ。あんたも、いいあんたも働きなさい。何したらいいくま。ゲームのルールは簡単。今からロータスジュースがくまっころになって落ちてくる敵から避けまくってミスが3回以内なら勝ちよ。あの、クマになるって誰？クマになるって どういうこと？ね、ちょっと、ね、それじゃあ、あとは、吉田。あ、はい。バカしたわよ。はい、はい、なんでしょう。バカした。あとはバカした。頼んだよ。グダグダグダ。吉田、はいはい、君の右腕にかかってるぞ。右腕に？右腕にかかってるの？左肩もかかってるかもしれない。左肩もかかってる。なんですかそれ、じゃあ配合例みたいなもんですよね、もうね。ありがとうございます。じゃあ、これ読めばいいんですね。ロータスさんが今スタンバイがもう終わってるか、終わってる？終わってる。じゃあ、ロータスさん、どうなってますか？バイバイ。あ、お、兄貴。あ、マイクは残念ながら繋がってないんだ。すいません、なんでちょっとピンチな感じの音楽になってるんですか？なんか囚われた感じ。で、ロータスさんが動くと、ロータさんの動きに合わせてクマが動く。どういうことですか？ね、どういうこと、どういうことって、ちょっと、おぉ、なにこれ、クマ、ちょっと、体が勝手に動くクマ。あ、なるほど、これ、一応、表示は鏡になってるけど、ちょうどロータさんの動きに合わせてクマがちゃんと動くようになってるんだ。あ、じゃそんな感じ、クマね。ほんと、あと、すごい。かわいい。かわいい、すごい。おっと、なんかいい感じになってきたから、ちょっと楽しい。声は別なのね、これ。挙動がおかしいよ、ロータス。すごいな、ロータスさんの身体能力の高さがこのまま乗り移ってるわけですね、これね。思いましょう。で、ロータスさんはじゃあリアルにこれから動いて、画面上から降ってくる敵をうまく避けて、3回以内なら勝ちってことなんですね。あ、どうもそういうことみたいです。頑張れ。これからじゃあ上から、ねえねえ、今日もっと ゴージャスなゲームのイベントじゃなかったの？すげえシンプルなゲームのイベントだったけど。じゃあ、行きましょうか。じゃあそれでは、早速始めましょう。いくわよ、ゲッチュー、ゲッチューくまーかわいい。頑張れ。落ちてくるキャラに対してクマでかすぎだろ。いやよくクリアしましたね。でもね、ロータさんおめでとう。じゃあ今ので見事成功なので、で、会場の方2名にはポスタープレゼントなんですけど、ニコ生をご覧の方にも、ロータスさんを称えるコメントを書き込んでいただくと、書き込んだ方の中から抽選で1名にプレゼント、後日アカウント登録しているメールアドレスに当選された方に連絡がいくということですので、お疲れ。
ないと。お帰りなさい。ロータスさんお疲れ様でした。すげえ疲れた。じゃあそれではここで2名の方ですね。2名の方、会場の方ちょっと選んでいただきたいと思いますんで。了解です。じゃあロータさん、ロータさんすいません、あの手の装飾がでかすぎて入んないんですけどって。ちょっと開けましたけど見てないからね。いや見てない。じゃあ2枚渡していただきます。あ、見せていただいて読んでいただいちゃっていいですか。はい。28番。28番。28番と。はい。0028と0028と。はい。0013。0028と0013の方いらっしゃいますか。はいって。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。一人もう一方はいるかな。あの後ほどこれ今日あのイベントが終わった後にあの会場スタッフにあの出口の受付スタッフに行っていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。それ以外の皆さんは兄貴最高、兄貴かっこいい、兄貴素敵っていうあのこちらのコメントを書き込んだ方の中から抽選で、はい、1名様にご連絡がいくことになっておりますのでよろしくお願いいたします。なんかあの非常に順調にいっちゃったんですけど、社長いかがでしたか。あらやるわねあんた当たった人もよかったわね。そして、当たらなかったほとんどの人、運を貯めておくのよ。それでは、ジカネット田中出張版生、今回はここまでよ、ゲッチュは What's P4D? はい、それでは続いてのコーナーはですね、とうとうあさって発売ですから実機を使って P4D を紹介していこうという What's P4D? 最初にこちらの方にご登場いただきましょう。プロデューサー&ディレクターの和田和久さん。どうも。なんとなく和田さんのヒゲの感じと厚い胸板がパリーグの選手みたいな感じですね。パリーグですか。なんとなくね、じゃあ続きまして素敵なゲストの方にご登場いただきたいと思います。神田明美さん。そして続いてはですね、この方ご登壇というかもう出てる感すごいあるんですけど、山口勝平さん。さあそして引き続きアーティストの皆様にもご登場いただきましょう。川村由美さん、ロータスジュースさん、平田翔子さん、どうぞ。じゃあそれではまずちょっと和田さんから一言お客様に向かって言っていただいてもいいですか。はい、はい、P4D のプロデューサー&ディレクターの和田和久です。今日はどうぞよろしくお願いします。和田さん。では続きまして神田さんお願いします。はい、堂島奈々子役の神田明美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてすごい奈々子、すげえ奈々子、奈々子回ってるすごいですね。でそしてもう本日すっかり出ている感じのあるこの方です。山口さんお願いいたします。はい、どうも皆さんこんにちは、熊役の山口勝平です。今日は生きり立っていこう。では皆さんここでおかけいただきまして、また座ってお話をお伺いしたいというふうに思ってるんですけども、はい、まずは和田さんにお伺いしたいんですけども、はい、あのこうペルソナでリズムアクションゲームを出そうっていうのはなんかどういう意図があって決まった話なんですかね。そうですね、やっぱりあの先ほどのライブもありましたけれども、はいはい、ペルソナってやっぱりこのサウンドが非常に高評価いただいてまして、はいはいはい、まあ、今までもあのペルソナ関連の楽曲だけでも
2回も武道館で、うん、あの公演成功してますし、うん、俺はもうあのリズムアクションゲームを作らない手はないだろうっていうのが、うん、まあ、前々からこうあったんですよ、うん、なのでまあ今回ですね、さらにあのペルソナっていうものはもともと RPG なんですけど、はい、あの RPG じゃなくてもっと他のジャンルにも広げていきたいっていうのがありまして、うんうんうん、今回音ゲーに、はい、チャレンジしたっていう経緯になってます。和田さんが喋ってることに対してのコメントを指さす、もうアーティスト陣の余裕たるやでそして、もう一つ気になるのが、はい、あのただ、まあ、リズムアクションゲームを作るって時に今回ダンスになったわけですよね、はい、要素として、はい、これダンス要素をこう入れたっていうのはやっぱりストーリーがそういう風にしたかったからってことなんですか。そうですね、今回 の、 あの、はい、ストーリー的にはですね、今回シャドウが出るんですけどね、あのね、明らかに皆さんの目線がこっち行っちゃってるのは和田さんのせいじゃなくてコメントのせいですか。和田さんそんな不安がらなくて大丈夫、大丈夫ですか。僕は和田さんの話を聞いていますよ僕は和田さんの話を聞いていますじゃあどうぞ、はい、はいはい、お願いします。やりづらいですね、こっちで普通にやりましょう、はい、ではシャドウがですね、今回あの、はい、敵として出てくるシャドウが、はい、戦闘で戦うんじゃなくてですね、うん、何かに縛られている状態なんで、はい、それをまあ、音楽とダンスで解き放っていくっていう、うん、そういう今度逆にちょっとガン見が始まっちゃうということで、まあ、ダンス、まあ、自由な表現としてね、うんうんうん、そういうことになってます。でも本当に僕はなんすか、ゲーム屋さんの店頭とかで見た瞬間に目が釘付けになるモーションの美しさというか、うん、かっこいいな、いい絵だなと思いながら見てたんですけど、でとうとう、はい、まあ、発売が、ね、近づいてきたわけですけど、はい、皆さん収録とかいかがでした。今回収録は結構前だったんですけど、うれしそうに T シャツがなんか T シャツについて流れたんで、ね、ごめん、ね、ごめん、話の腰もんでね、むちゃむちゃしやがってT シャツ、むちゃしやがって T シャツすごい、もう観客からむちゃしやがってって単なる文句ですからね、聞こえますけど、収録いかがでした。やってる最中にまだデモの状態の、踊ってる姿を、ななこちゃんが踊ってる姿を見せていただいて、もうすごく可愛くてテンション上がりまくって、そのままの勢いで楽しく収録させていただきました。ゲーム発売されたら自分で好きなだけそれを見ることができるわけですよね、まだね。本当に PV 見ました。あ、見た、見ました。かわいいですよ ね、 ねすごい生子、はい、私も思わず3回連続で見ました3回連続なのね熊だってかわいいよね。熊もかわいい。だってこう熊のね、熊揚げからポーン出てくるときね、うん、まるでアザヤさんみたいだった。やべえ、やべえ。で収録しながら、もちろんここで余計なこと言ったらダメですよねって言ったらダメですって。ダメでしょうね。ダメです。そうか。でもじゃあつまりまあ、ゲームだとアドリブができないわけですね。そうですね。でまあ、で収録も楽しく済んで、とうとう、まあ、発売にこぎつけるわけなんですけども、で今日はもう実際のマシンでプレイができるということで、おこれはやっていただけますか。やった、やりましょう。今コメントが目に入ってクマがたまに。クマがたまに。クマでございます。うまいこと言ってんなって。クマでございます。クマでございます。今日はペルソナ。ね、じゃあすいませんが、神田さん、はい、そちらに今台がありまして、はい、そちらの台の中に実はもう画面とつながっててセッティングされておりますんで、やっていいですか。ね、よし。はい、じゃあちょっと言っときますが、私はゲームはできないですよ。神田ちゃん、普段はゲームは全然できない。下手くそです。普段はあんまりやらないタイプ、はい、普段やらないタイプです。やらないタイプってことですけど、和田さん、やっぱり初心者の人というか、ペルソナシリーズ今までやってなかった人にも、はい、まあそれこそ RPG だとすごい時間ないとできないっていう考え方もありますけど、はい、リズムゲームだったら本当に5分10分あればできちゃう。そうですね、本当ね、ちょっとした合間に遊べちゃいますんで、今までやったことのない人にやってもらいたいSOS、SOS そして、ラッパーのはずのロータスジュースさんがすごいゲームに詳しいすっごい丁寧に、すげえ、すげえ、すげえに言って、それでは画面、ね、頼れる兄貴、そう、何でもやってくれる。お兄ちゃんだ。あ、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、さすが。和田さん、せっかく見に行ったけど、いや参加させてもらえてないかもしれない。いや、違うな。あ、で、これで、あ、かわいい、みんな。和田さん、これがキャラ選択というか、キャラ選択というか、楽曲選択。 あ、そうですね、これキャラ選択画面になってまして、はいはいはい、横軸が難易度で、はい、
縦であの楽曲を選ぶ感じになってます。はいはい、あイージーノーマルハード、まあ、今日は、まあ、初めてやる、ね、キャストさんはやっぱりこうイージーモードでいいと思うんですけど、イージーでやってもらいましょう。私何をやるんでしたっけ。ハートビートです。ハートビート、ハートビート、はいはいはい、7個のハートビート。どれですか。違うよ、ですか。すごい違うよ、これ、これ。あ、そうそうそう、それ、それ。かわいい、七子かわいいね、はい、このゲームはですね、あ、なんか消える。一回ストップしようと思って、これめっちゃ難しいモードじゃん。なんか、なんかですね、あの難しいモードじゃん。今なんかこうアイテムで難易度を調整できるらしいんですけど、難易度を最も難しくするアイテムが今発動していたらしいです。一番初めにそれをやってる場合じゃないです。すごいな。なんか消えましたよ。でしたよね。あれはもっと難しい人にやってもらうやつっていう。すいません、じゃあちょっとイージーモードで。はい。まさかのヒドゥンモードっていう。頑張って。頑張ります。はい、始まりました。あ、大丈夫。あ、見やすい見やすい。はい、全然違う。オフィーバーが今出ましたね。このゲームはですね、はい、中央から流れてくる星、黄色い星ありますよね。ありますね。あれが画面端のターゲットに重なった時にタイミングよくボタンを押していくっていうのが基本ルールになってます。ピンク色の U っていうのも出ましたけど、あ、ピンク色のやつですね、同時押しでして、あ、2つ以上のボタンを押す場合ですね、はい、ボンと。あと、この緑色はですね、長押しですね。長押しは、あ、これ同時押しです。あ、同時押し、はい、すごいルール今説明してもらったら5秒で分かった。簡単だね。簡単にプレイできるの重要ですよね。そうですね。長押しはですね、話すタイミングも重要になってきますので。私ってあの上の5匹の鬼みたいなやつってテンションなんでしょ。あれ何。そうなんですよ、あれはインベーダーゲームみたいな、観客のテンションを表してまして、観客のテンション、観客のテンション、はい、あの5匹いるやつ、はい、あ、そうなんだ。今白いですけどね、今テンション上がってないの、はいはい、まだ、まだ上がってない。あ、1匹跳ねた。こっからですね、跳ねてるよ。あ、1人跳ねてるよ。盛り上がると緑色になったり、うん、虹色に光ったりっていう形。それにしても7個は可愛いよね。可愛い、可愛い。あのヘッドホンがキャラクターみんなつけてるの。あれはですね、あのカスタムでつけられるんですよ。ほうほうほう。あのクマは、クマはヘッドホンつけられないんです。可愛い。サイズが、頭のサイズがバカでかいですよ。バカでかいからね。あとですね、あの輪っかがたまに飛んでくると思うんですけど、はいはい、あの輪っかはですね、あのスクラッチといいまして、はい、アナログスティックをどっちか弾いてもらえれば拾うことができるんですけど、あのこれだ、ピーカー、ピーカーって書いてある、はい、あれをですね、否定回数取っておくと、はい、あのフィーバー状態っていうのになりまして、はい、まあ、もうすぐなると思うんですけど、下にフィーバーでついてるね、はい、あと青いリングもあるんですけど、これはまあ取らなくてもペナルティにはならないんで、はい、はい、まあ、青いリングじゃなくて、あの虹色のリングの時は取った方がいいと。虹色は取った方がいい。そうですね、青いのはまだ慣れないうちは。これだ、あ、来た、おう、お、フィーバーモードに入った、入った、フィーバー、フィーバー、なに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 、やった。フィーバーモードはですね、あ、本当だ、3人跳ね出した。フィーバー状態は、はい、すごい、めちゃめちゃもうとてもスーパーの控え室とは思えない感じになってます。スーパーの控え室ではないか。スーパーの控え室、違う違う、で、そしてこれ喋ってるのは神田さんじゃなくて、あのゲームの中の子。今どっちだろうと思ってびっくりしちゃう。ゲームの中の子ですね。コンボ34までいってる、すごいね。神田さん集中。あ、今の A はゲームじゃなくて神田さんです。現在神田さん生のやつ。今鬼が盛り上がってるんで、このままクリアすればステージクリアになります。おお、あー、あー、見つかった。大丈夫、でもどうした、頑張れ、頑張れ、大丈夫、いけそう、いっぱい頑張れ。見てるだけでも楽しい。見てるの楽しいですよね、すごくダンスモーションかわいい。おお、クリア、かわいい。あ、あ
惜しかったですね。リハでは越せたんですけどね。惜しかったですね。本番だし、一番初めに難易度難しいところからスタートしちゃうっていうね。そうですね、びっくりしました。ジャグも入っちゃいましたからね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。かわいいね。これは見てても、見てるだけでも楽しいですよね。プレイしてなくてもね。そうですね。本当に素晴らしいモーションだなと思うんですけど。はい、でも神田さんは、はい、今日ちょっとやってみてたんですよね、先ほど控え室で。リハでちょっとやらせてもらって。ですよね。はい、でもそれでもできますね。なあ、クリアはできなかったですけど。でも楽しさを十分味わってましたよね。はい、味わいました。味わいましたよね。はい、で一方で、あの山口さんお伺いしたいんですけども、はい、山口さん、やったことありますか？これ、いや、やってないですよ。発売前ですもんね。うん、全くやってないですよね。だって僕やることになってないよ。では囚人監視の下で本当に始めてください。いやいやいや、だからすいませんが、お願いしてもよろしいでしょうか。やるんですか。はい、お願いします。イエーイ。でまた本当にガチですよ。どの曲やるんですか。クマ、お兄ちゃんセッティングお願いします。お兄ちゃん、お兄ちゃん、やっぱそこはね、和田さんがね、和田さんとロータスジュースさん、こんな贅沢な人たち使ってゲームセンターのお兄ちゃんと同じことやる。同じくらいだと思ってますからね。やっぱクマでしょう。クマ、やっぱクマでしょ。クマやっぱりできるんですよね。クマのモーション逆に気になるよね。どうなるのかね。どうなるんですかね。他のキャラはそれは人間のね、あのモーションでいいんだと思う。全然頭身が違う。外側なんだ。かわいい。わかった。上し。わかった。すごいスクラッチはこれ。めっちゃウルトラ。了解です。すげえ、本当初めて触る。やってみよう。本当に初めて触る。そしてヘッドホンもつけていただきまして。衣装がかわいい。あ、すげえ音聞こえる。いや、じゃあ何のためにヘッドホンつけると思ってるんですか。はい、じゃあ行きます。じゃあそれではお願いしましょう。行きます。お兄ちゃん、あ、はいはい、あ、もう始まるの。始まりますこれで。え、大丈夫かな。はい、はい、かわいい。すげえ、ハットだ、ハット。おお、いいですね。あ、すごい、上手。前押し。で、おお、すごい、いけるじゃん、いけますね。ピーバ、はいはい、ピーバ、ピーバプリ、ピーバむずいよね。軽快なクマだな。でもやっぱ音か、改めて音かっこいいですね、このゲームね。なんかクマに膝があるように見えるんだけど。本当だ。本当だ。膝があるね。膝が。本当だ。膝ありますね。ちゃんとありますよ。あ、これだ。すごい。でも本当に初めてなんですよね。いやでもいいですね。調子いいですね。もう今ね、かけさん何も喋るね。いや、うちらの声聞こえてないと思う。じゃあ、下のゲージがですね、曲のどの辺なのかっていうのが今わかるような感じで、今、3分の1から中盤に差し掛かってるぐらいですね。あ、今のアナログスティックもいきなりは難しいかもしれないですね。あ、そうですね。おお、熊田になった。これはここまでちゃんとプレイが良かったからこうなると。あ、いや、これは絶対絶対になる。あ、絶対になるんだ。プレイの問題じゃなかった。プレイの問題じゃない。熊の膝ではダンスに限界がある。足の長さが10倍ぐらいになってますね。すごいすごい。中の、人間状態のクマはですね、はいはい、ランダムで衣装が変わるんで、じゃあ、次回プレイしたらこの衣装じゃないかもしれない。そうなんですよ。まあ、特定の衣装の時は特定の衣装になっちゃうんですけど、特定じゃない衣装の時はランダムで中身が変わる。うまいよね。ねえ、とても初めてと思えない。うまいですね。さすがのシャドウ超浮かれてる。ね、めっちゃ浮かれてる。かわいい。完璧だね。おお、おお、あ、戻った。なんだろう、この戻った時の可愛いけれどもちょっとしたがっかり感もあるの。間違いない。いや、カッペさん上手いですね。うまいですよね。これ真面目に張ってて、お客さんテンションめっちゃ上がってる。思ってる。フィーバーが取れなかっただけか。本当一番上の画面ね、あの5人のキャラクターがめっちゃ足上げてますよね。本当だ。こんなの、こんなのちょっと。お、また来た。あ、よそ見したら、
うしよくさかわいい。やすごい、ペソうまい、本当に初めてなんですね。いや、本当ですよね。すごい、おおー、すごい、すごい、すごい、あっ、わぁすげー、これ何、すごい、これはですね、これは何ですか。クリアをするとですね、はい、ペルソナを召喚して、演奏してとどめを刺す。かわいい、すげー、 DJ だ。これね、あの、若さんの音なんですよ。え、若さんに音作ってもらった。あ、若さんがそれ作ってるんですか。へぇ、やったー、素晴らしい。最後のは何ですか。あれはクリアするとっていう。あ、そうなんだ。とどめの演出です。すごい、楽しい。初めてなのに。すごいですね、本当に。でも初めてでもこんだけできるからきっとみんなできる。え、てか山口さん、本当はあの試験の時にあの全然俺勉強してないよとか言うタイプじゃなかったじゃないですか。でも操作すごい簡単ですもん。おー、うん、もう見た瞬間に、まあ確かに今見てるだけでもプレイがすぐ分かりましたよね。要はこのタイミングでボタン押せばいいんだっていう、うんうん、あ、でもリズムアクションの王道たる見た瞬間に誰でもできるっていうやつですよね。そうですね。いや、すごい遊びやすい上にあのゴージャスな演出やりたくなりますよね。ね、あさってですよ、ねえ、目前ですよ。もうちょっとだ、ね、はい、もうちょっとで今日は、まあ、はい、ほとんどまだやってなかった神田さんと、本当にガチで初めてだった山口さんやっていただきましたけども、はい、あの、実はで今日は最高難易度、まあ、オールナイトっていう難易度になるそうなんですけど、はい、最高難易度は大変歯応えのあるプレーができると、はい、いうことで、歯応えのあるプレーができる、はい、あの、皆さん、スーパープレー見たいですか。プレー見たい、はい、実は今日もうお一方スペシャルゲストをお呼びしております、はい、リズムゲームのトッププレイヤードルチェさんです。どうぞドルチェさん。まずあの一言自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、あのドルチェっていう名前であの音楽ゲームやらせてもらってるものです。普段あのどんなゲームやってらっしゃいます？あの普段は、はい、あのゲームセンターとかに置いてあるような、はいはいはい、あの体感型のリズムアクションゲームみたいな、はい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 、アクションはちょっと言い過ぎですかね。リズムゲームを、はい、主にやってます、はい、で、すみません、まあ、今までにこうなんですかね、どれくらいの時間をリズムゲームに費やしてるんですか。信じられない、今鼻をつまんでしまうぐらい、はい、じゃあ鼻息が思いっきり入っちゃって今まああの歴で言うともう本当に2桁いくんじゃないかぐらいの、まあそうですね、ぐらいはやってます、はい、ですよね、はい、で今日は、まあ、あのもうすでにちょっとやり込んでいただいた、そうですね、ちょっと練習していただいて、ちょっと練習していただいて、ここまで の, あのリズムゲームをやり尽くしてきて、なおかつ P4D 今やった上での感想はどんな感じですか。ちょっと実はペルソナ4もあの少しやらせていただいてるんですけど、はいはいはい、もう本当にペルソナらしい収録楽曲ばかりで、うん、ペルソナっておしゃれじゃないですか、なんか、うんうん、そのもう本当にそのすみません。どうした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 。すみません。音ゲーは得意だけれども、イベント用機材に対してはあんまり得意じゃない。わかりました。はい、そうですね。ゲームは本当に雰囲気にぴったりの収録楽曲で、やってて本当に楽しくて、はい。はい、もう触りしかやってないってちょっと言っちゃうとあれなんですけど、その僕で も, もう本当に感情移入できて、はい、もうやってて本当に面白い、本当に面白い、本当に、そして今日は、ね、すごいですよ、ドルチェさんによるスーパープレイなんですけど、プレイしていただく曲が和田さん「メイズ・オブ・ライフ」という曲なんですね、メイズ・オブ・ライフの最高難易度、オールナイト、最高難易度、はいはい、でさらに、そして、弱虫先生、宙に起憂と、どうした、すみません、ものすごい勢いで何かノイズが超乗ってるんですけど、ゲームとも関係ないですよね、これね、ですよね、大丈夫かな、関係ない、大丈夫、でとりあえず、はい、そちらにアイテムをさらに追加して、弱虫先生、宙に起憂と弱虫先生再び現る、これを併用するとこれ和田さんどういう風になるんですか。何それ、はい、これこのゲームはですね、アイテムによってですね、簡単にしたり難しくしたりっていう調整ができるんですけれども、はいはい、まあ、簡単にすると報酬がちょっと減っちゃったりとかするんですが、クリアはできる、で難しくすると報酬が増えてお金とかスコアが上がるっていう、そういうシステムになってるんですよ。なるほど。で今回のですね、宙に浮くと再び現るは当然難しくするアイテムですね、まあちょっと
どんな感じになるかっていうのはなかなか説明しづらいんで、ちょっと作った人ですよね作った人を説明しづらいじゃあノートだけ分かればいいんですけど、はい、ノートってあの、まあ、出てくるあの、ね、この瞬間に叩けよっていう星の黄色いやつとか、はい、あれが、はいはいはい、あれをノートって言います。ノート星の黄色いやつでいいらしいですよ、はい、あれとかがノート、はい、であれが消えたりとか、まあ、出てきたり突然出てきたりするっていうアイテムを使っていると、はい、つまりはほぼ見えない状態でやんなきゃいけないってことですね。そうですね、一瞬だけ出るみたいな感じになりますね。マジか、まあ、これ見て、そうですね、見ていただいた方が早いかなと。わかりました、はい、思いますので。じゃあそれではドルチェさん、あのいろいろと鼻息の調整とか大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。ボスボスも言わなくなりましたねじゃあそれでは、ちょっと今プレッシャーがかかるところでスーパープレイって一番難しいと思うんですけど、落ち着いていただいて自分の鼻がでもわかんない、トッププレイヤーになるともしかしたら息なんか吸わなくてもできるのかもしれないじゃあ準備、本当にご自分のいいタイミングで始めていただいて、はい、いいですよ。さあ音響の方が非常にいろいろとすげえ、画面見るともうなんか恐ろしい感じになってませんか画面、うん、今の星の数が尋常じゃなかったですよ。ほらプレイカスタム、プレイカスタム、あ、これだ、あ、これを入れている、あ、これを入れる、いっぱいいろいろありますよ、なんかいろいろ入れてる、なんかいっぱいありましたね、いろいろあるわけですね。すげー、え、なんだこれ、あの星のあれ数えられない、何あれ、すごいね。これオールナイトでも難しい方ですね。オールナイトでも難しい方、はい、特に難しい曲ってことですね。じゃあそれでは、ブリリアント強化、頑張れドルチェさん、セットしていただきました。じゃあドルチェさんもう大丈夫ですか、はい、じゃあご自分のタイミングで始めていただいていいと思います、はい、ではどれくらいのプレイになるのか楽しみにしましょう。今始まりましたね。やってやるさ、見ていてくれ、いいダンス期待するぜ。突然なんか浪川さんみたいな声にドルチェさんがなって、おーすごい、あ、なにこれ、え、見えない、これ一瞬真ん中出てるけど全然見えないじゃん、全然見えないよ、薄い薄い、はぁ、すごい、え、何がの43コンボいってる、すごいですね、ずっとコンボ、すごいすごい、え、これ実は YouTube かなんかの画面とか、いや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 、リアルタイムで今やってます。まだ発売前のゲームなのにゲーム実況上がっちゃってるみたいですよ。すげー、え、しかも全部パーフェクトですね、これ見えない、すごいね、何をやってるかさえわからん、うん、このゲーム、判定がですね、あのミスの他にグッド、グレイト、パーフェクトって種類があるんですけど、全部パーフェクトですね、今の、消える魔球をなんか打ってる感じですね、なんかボタンを押すたびにコンボが増えていく、すごい、どうだ、すごいです、すげえ、すげえ、完璧だ、オートプレイかなって思って、オートじゃないですよ、実際にやってますよ、オートじゃないです、はい、これ本当にあのリプレイでパーフェクト干渉モードっていうのがあるんですけど、はいはい、お手本になるようなプレイなんですけど、それを見ているみたいですね、本当に CPU 並みの正確さってことですよね、はい、後ろに乗ってる人たち気になる、あたしそれ後ろの芸者さんが気になるんだけど背景が気になってしまうがない微動だらしで先生こんなとこで踊ってるの、本当先生なんでこんなとこで踊ってるの、ちょっと曲とのミスマッチが半端ないですよ、すごいね、すごい、なんかうわー、もう400、これがプロかって言われてますけど、確かにいい感じ、すごい、もう上の観客の半分ぐらいのところで全員テンションマックスになってますね、いや、すごいね、え、超完璧だ、うわ、なんかすげー、え、なんだこれ、いいぞ、休みがない、ね、よし、すごいな、うまく、まさかの400コンボって言われてますけど、そうだよ、余裕で500いくね、レベルは 高すぎて理解できないっていう、初めて見た人、この人を調べようって人で、いやすごい、ドルにはぬるすぎたかった方がいらっしゃいますが、ゲーム系の動画見てる人がちょっとそれも恐ろしい、すげえ、もう一回、あ、なんかフィーバーもう一回出てきた、フィーバー来ますね、うわすげえ、マーガーやってました、あ、これ、なんか2キャラが出てくることはありえるんですか、そうですね、あのフィーバー状態、あの上の鬼マークがですね、はい、緑色以上でフィーバーを迎えるとパートナーが出てくる、あ、そうなんだ、はい、だこれがすごい、あの2人のコラボダンスに変わるってことですね、そうですね、すげーな、さすがです、あ、後ろ踊り出した、あ、後ろ踊り出した、え、あ、ほんとだ、マジでほんとだ、おー
やっぱり来た、これは当然のように。はい、クリア演出ですね。来た、いただきギターだ。ギター弾いちゃう、ギター弾いちゃうの。ちなみはベースです。ベースギター。すごい、すげー、爪が爪になってる。ブリリアント。ミス2回しかないよ。いやーすごいな、すげー、惜しかったですね。でもすごいね、ミスが2つしかないのが、むしろあれが人間の証拠みたいなこと。人間アピールっていうこと。すごいですね。ちょっと面白い部分だったりですね。いや、ドルチさん今プレイしてみてのご感想いかがですか。いやもう本当に緊張しちゃって。まあちょっともうリハではもうちょっと上手かったんですけど。いやいやいや、いや十分すごいですよ。これ生放送でやってますから、しかもねイベントでもね見てる方もいらっしゃる中での大変なプレッシャーの中、ドルチェさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。あさってからプレイできますからね。楽しみに待ってていただきたいと思います。以上 What's P4D のコーナーでした。いやー、なんかここまでで本当にやりたくなってきたんですけど、まだこうゲームに関するお知らせがいくつか今日あるということなので、ではお願いしますか。はい、本日はいくつか情報を持ってきております。まずは映像をご覧ください。映像があると。ちょっと動こう。そうですね。動こう。さっきからもうドルチェさんがものすごい気が利くんですよ、さっきから。それではここで映像を見せていただきましょうか。では行きましょう。こちらがご用意いただいた今日の情報映像でございます。どうぞ。起きた。おっと。あ、すげえ。これはやってみたい。Come on, let go the remote. Don't you know? You're ready on a jump for it. Turn us to both the book in on a girl, but it's not you. Hey, I've been cruising. Loading, loading, loading. Quickly reaching my maximum capacity. Wanted, wanted, wanted. Here's your identity.ちょっとこれ自分の手元だけじゃなくてゲーセンでもできるようになるんですね。そうですね、はい、これも昨日発表になってまして、まあ、知ってる人も知らない人もいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、まあ、セガさんより現在好評稼働中のアーケード音楽ゲームマイマイオレンジプラスとですね、うん、この夏稼働予定になってますチューニズム、それぞれと P4D がコラボいたします。へー、はい、すごいね。やってみたい。やってみたいね。もうすでにもう公式で洗濯機みたいになって言ってあるんですね。あ、そうなんですよ。でもそれがちょっと驚きだったんですよ。気になる。もうシステムは非常に参考にさせていただいた部分もありますね。はい、でそして、こちらなんですけど、コラボということはつまりはまあ楽曲が使える？そうですね。パーシングマイトゥルーセルフなどですね、さまざまなペルソナ楽曲が遊べるようになっております。まあ、これはどれが入るのかというのは今後の情報を待っていただきたいというところですね。はい、じゃあ続いてご覧になっていただきたいのは、マイマイではですね、はいはい、大きな画面で、まあ、P4D の楽曲が楽しめまして、ね、チューニズムではですね、ペルソナメンバーがサポートキャラクターとして多数登場するというふうになっております。はい、というわけで、皆さんぜひゲームセンターでも P4D を遊んでいただけると嬉しいです。行く行く。はい、行きましょう。すげえ、夏なんだ。コラボ時期などはまたおいおいマイマイさんチューニズムさんのサイトでお知らせする予定になってますんで、はいはい、チェックしておいてください。でしかも今日はそれだけじゃなくてまだお知らせがあるということですね。はい、はい、まあ、今日は
ここでまた初発表になるコラボ情報なんですけれども、まずは P4D のキャラクターある、あのキャラクターから告知メッセージが届いております。あのキャラクター、はい、あのキャラクターどうぞ。誰、またかよ。やっほー、リセジラホー。久しぶりに見た。今日はなんと私たちも大活躍してるペルソナ4ダンシングオールナイトとオーディオ機器メーカーデノンさんのヘッドホン AHGC20 がコラボレーションしちゃったからお知らせするね。AHGC20 の音声ガイダンスを鳴上先輩、花村先輩、千恵先輩のななこちゃん、そして私、藤川理瀬が担当しちゃうよ。サンプルボイスはこんな感じ。再生可能時間は残り20時間だ。かっこいい。いくよ、ノイキャンオン。こんにちは、堂島ななこです。またね、お兄ちゃん。パッケージの書き下ろしの豪華特典付き、完全受注生産でここでしか手に入らないから、今すぐ予約してゲットしてね。それでは現場の藤川理瀬でした。みんなまたね。すげえ、欲しい、欲しい、超欲しい。まだね、パッケージは仮なんですけれども、今から書き下ろし。再生残り時間20時間でムード出しすぎでしょ、並川さんみたいな感じで。はでもそれが、あのもういろんなキャラクターボイスで、まあ、いわゆる最近のヘッドホンって画面がついてない代わりにガイダンスは音声でやってくれるのが結構ありますけど、そうですね、まさにそれのシステムをペルソナのキャラクターでやろうと、はい、考えますね。すごいね。もうあの、Bluetooth の無線のヘッドホンなんで非常に使いやすい。そうですね、だからもちろん、はい、あのもうゲームのためにも使っていただけますけど、まあ、他の用途にも使っていただけるし、あ、いや、もういろんな人たちがもうお値段に関しても39,800円だ。そうなんだ。まあでも使い勝手は、ね、ありますからね、かなりね。でいろいろと特典もつくようですので、予約はもう今現在からスタートしているということですので、はい、ぜひ予約して、あ、今ここの会場に来てる人が今予約したいのにここ会場だからできないみたいになってる人がいっぱいいますが、帰ってから予約してください。はい、お願いいたします。そして和田さん、まだ情報がある。はい、はい、うん、もう一つはですね、はい、またコラボ情報なんですけれども、はい、あの B4D の飲食店とのコラボが決定しました。お、はい、どういうこと。場所はですね、北から札幌、仙台、船橋、黒沢、はい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 、横浜、池袋、新宿、渋谷、すごいね、吉祥寺、静岡、名古屋、梅田、まだまだあります。難波、広島、福岡、熊本、さらにですね、沖縄の沖縄、よろしくな。全国17カ所で開催します。はい、すごい、17カ所、はい、どんだけあの子羊坂に詳しいんですかみたいな感じでしたけども。そうですね、P4D はど何ができるんですか。そうですね、あの P4D をイメージしましたフードメニューやアルコールをですね、はい、お楽しみいただけまして、メニューを注文していただいた方にはですね、ノベルティをプレゼントしてするというような感じになってます。ノベルティ、はい、ノベルティはどんな、はい、ノベルティはですね、次行ってもらっていいですか。おー、はい、イラストポストカード、ダイスポストカード各11種という形になってます。はい、で実施はですね、あの7月の8日から、全国の店舗さんで随時開催予定になってます。へー、はい、随時開催、随時開催、一斉ではないですね。マジっすか、はい、だってもうね、ユミさんなんてね、もう居酒屋で生まれたようなもんだからもう全17カ所行くでしょ。いや、とりあえず新宿から行こう。まあね、とりあえず行こうね、はい、とりあえず新宿からもう完全にキャラバンですよ、ツアーですよね。全国17カ所ツアーだって話ですよ。それぐらい、でもそれぐらい回ればやっとポストカード全部揃うかもしれないですよね。そうですね、ね、じゃあいろいろと、はい、チャレンジしていただきたいというふうに思いますが、じゃあ一応ここまでで、まあ、新しい情報というのはここまででよろしいんですね。はい、はい、和田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、またまたやってまいりました。おっ、生々でございます。また来た。おい、はい、今回もなんとゲームでゲッチューできれば、うん、素敵な商品をロハでプレゼントしてあげちゃうわよ。
これもまたやる。へぇ、聞こえてますよ聞こえてますよあええ私なんか聞いた。えもう明らかに今あの出血が嫌だって曲にのでは改めて早速いくわよ。今回の商品はこちら。そしてゲームは戦車たちによる P4D 丸バツクイズよ。え何私から一人ずつ丸バツクイズを出題するから答えてね。会場のお客さんたちやニコ生の視聴者たちは回答者に丸とか×と教えて応援するといいわ。クイズに正解するごとに会場にいるあんたたちの中から誰か一人が商品ゲッチューよー。会場ね、そして会場はそうなってるから、モニターの前にいるあんた、そう、あんたたちも油断せず応援するのよ。なんと正解者3人以上でさっき発表したデノンコラボヘッドホンを、マジで応援コメントをした人の中の1名様にゲッチューよー。それじゃあ吉田、俺コメントしに行きたいな。ちょっと待って、今ヘッドホンの興奮の中にあの紛れて俺に今下請けに出しませんでした。どうぞよろしくー、丸バツクイズ、丸バツクイズ消えてった、頼むよ吉田、頼むよ、すみません。さっき私から一人ずつ丸バツクイズ言ったじゃないですか。あ、まあ、俺がやるんですよ。わかりました、わかりました、光栄です、やらせていただきます。じゃあそれでは、今のルール通りだから、つまりはじゃあ回答するのはあくまでご登壇になってる皆様ですね。で回答がご登壇になってる皆様 で会場の人が教えていいやつです。会場の人とかもしくはこうコメントの人たちが教えていいと。で教えてよくて、ただそれをあの最終的に受け取って決めるのは登壇者の皆さんが丸か×か決めていただきたいと。はい、で3人以上正解、あ、まあ、つまりは1人だけ間違えられるってことか。2人間違っちゃったらダメってこと。あ、6人やるんですかこれ。あ、6人やるんだ。あーなるほど、そういうことですか。ここから指名されてる人たちはここのご登壇者だけじゃないと。でただ一つ驚きなのは、6人誰だと思ったら和田さんもやるんですね。あ、俺もですか。作った人なんだけど、さっき送り出したと思ったらまだいるなと思ってた。和田さん作った人なら全部できるんじゃないかなって気がするんですけど、じゃあ、平田さんからということでよろしいでしょうか。はい、お願いします。では社長代わりにやりますよ。では行きましょう。一番初め平田さんへの問題はこちら。平田さんが歌っているダンスのメインダンサー主人公鳴上優、彼の学園祭女装衣装の名称はスケバンスタイルである丸か×か。じゃあ皆さん教えていただいていいですけど、すごい、あ、なんかものすごい丸だらけで、丸だよね、ニコファーレで見るとなんか炭酸水の中とかにいるみたいな。本当本当、すごいですね、丸丸めっちゃ丸それ。ありがとうみんな、すごいな、丸丸丸丸丸丸してますね、丸丸してますね、はい、会場の皆さんはどう思います。丸か×か、ほぼ丸みたいな。丸だ、みんな丸、そうだよね。じゃあみたいですね、はい、じゃあいいのかな。じゃあそれでは決断をしていただきましょう。平田さん、はい、どちらでしょうか。じゃあ丸、正解、ありがとう。じゃあまずは会場の方に、おー、はい、ポスターがプレゼントされますので、でこれであの3人以上正解してくれた場合はあれですね、あのヘッドホンもプレゼントということで、あと2問でございます。よし、はい、じゃあ読んでいただいていいですか、はい、34番、おめでとうございます。おめでとうございます。お帰りの際に受付で、はい、使っていただきたいと思います。ありがとうございます、おめでとうございます。すごい、ね、今日本当太っ腹ですね、さすがに ね。じゃあ続いていきましょうか。続いてはじゃあロータスさんにお願いします。はい、じゃあロータスさんへの問題は、優しいやつ、ね、ロータスさんがリミックスを手掛け今作に収録されているバックサイドオブザ TV ロータスジュースリミックス、この曲のメインダンサー陽介が今作で学ランの下に着ている T シャツに書かれた文字はジュネスである。あ、みんなでも分かるんだね。え、なんで分かんの、かか、へえ、みんな陽介クラスターなんだ。へえ、これはね、兄貴クラスター、なるほど。でもジュネスって書いてある T シャツ着たら、なんだろう、スーパーの T シャツ着てるってことですよね。どうなのかな。でもみんなを信じて、はい、バツ、バツ、おー、やったー、正解はバツ、ありがとう、
はい、ま、お願いします。手入った、今度手が入った、無理やり、痛い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 、ごめんなさい、いや全然痛いです。2枚どうした、2枚1枚で。フィーバーって書いてあるんだ。54番、54番の方、0054、いない、いない、もう1枚取ります。じゃあもう1回やりましょうか。え、ワンモア、ワンモア、残念残念。じゃあ54番の人は残念ながら、54番どこ行っちゃったんだ、はい、トイレ、ね、何やってるんですか、トイレ、トイレかな、トイレ、いないんちゃい。じゃあ何番でしょう。35番、あ、いた、おめでとうございます。 T シャツをおめでとうプレゼントさせていただきたいと思います。あ、大丈夫ですよ、ね、なんとなくあの DJ セットにこれ置いていいもんじゃない気がする、ね、持って帰る、持って帰る、渡さない、ね、そうそう、散らかさない散らかさない、ね、じゃあ行きましょう次。じゃあ続いては、あ、続いてなんですけど、あの川村さんかと思いきや、次はあれ、ゆみさんじゃない、クマにチャレンジしていただきたい。はいはいはい、クマ、クマ呼んだ、クマ、クマ呼びました、呼びました、あの今何が行われてるか理解していただいてますか。うんとね、弁当食べてたから、またかクマ、でもクイズだよね、クイズ、クマか、そうです、クイズです。で、あの丸バツクイズ、あのやるんですけど、オッケー、早いな理解した、クマ、理解しました、わかりました。じゃあ、問題出しますよ。はいはい、ではクマへの問題はこちら。他なのにしてね、それね、選べないの。今作でクマの衣装として用意されている祭り装束、ほい、このクマ用祭り装束の背中に書かれた文字はクマである。どういう、丸か×か、知らん、クマよ、背中見えないクマ、見ないよ、みんな教えてクマ、教えてクマ、今コメントとかもしくはあの会場の様子で見えますか。見えとるクマよ、会場のみんな教えて、会場のみんなは、あそこの4人はすごいよ、ね、あそこの4人すごいよね、すごい、見たの、よく知ってるクマね、おー、もうすごい、もうめっちゃ今バツ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 、お前らだ、そう、なんかこうX ジャパンのライブ会場みたいな、くれない歌ってる、くれない歌ってる、わかったクマ、みんなを信じるクマよ、なんでわかんない、正解はバツ、正解、すげえ、すごいね、すごいね、で、これ祭りだ、祭り、あ、祭りなんだ、かわいい、祭りなのはいいんですけど、これどうするんですか、これ、あ、聞けない、スタッフが熊の部屋に箱を持っていきます、持ってきてくれる熊、ありがとう、急いで、熊かと思った、あれ、急いで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 、しかも熊はここの状況を全部把握してるんですね、俯瞰で見てるんですね、来た熊、来た熊、よっしゃ、じゃあ引く熊よ、引く熊、これクマ、クマが引いたのは4番、4番、おめでとうございます、おめでとうございます、どうもありがとうございます、なんかあの見た感じちょっと年齢層の高い方に当たったんです、でも大人も魅了するゲームペルソナですよね、女神転生の頃からやってますか、僕もですよ、はい、ありがとうございますじゃあそれでは、続いては、あ、続いてで川村さんで、はい、はい、やっていただきたいと思います。では、あ、もうすでに今のでヘッドホン決定、イエス、あ、ヘッドホン決定、おめでとうございます、おめでとうございます、さあそれじゃあいきますよ、川村さんへの問題はこちら。難しいやつ、川村さんが歌っている P4U のテーマソングベストフレンズ、え、今作でバンボックスさんがアレンジを手掛けたベストフレンズバンボックスリミックスのダンスキャラクターは天城由紀子である。そこの4人すごい、丸か×か、すごい、ね、即だよ、関係者関係者じゃないですけど、あのステッチの入った学ランを着てるタイプの方です、すごいね、すごいよ、知ってんだね、さてなんだ、どうかな、はい、もう、まあ、でもこれはすぐ、はい、すぐ信じた、はい、じゃあそれでは川村さんお答えは×、正解、すごい、観客ガチ勢って言われてますけど、まあそうですよね、正解は里中千恵ちゃん、千恵ちゃんなんだ、そうか、みんなよく覚えてね、もう完璧に覚えてます、すごいですよね、すごい、さて、まだ発売してないよね、では、続いてはまた奈々子にやってもらおうということになってるんですけど、え、お、奈々子もやるの、お、緊張するな、ああ、かわいい、かわいい
なんだろう、やってることはさっきの社長と熊と一緒なのに、この気持ちの違いは何だろう。全然違いますよね、気持ち、ね、ちょっと、ちょっと熊、ちょっとこっちにも気使わせな頼むよ。なんかわかんないけど、奈々子ちゃん誘拐された感半端ないよ。大丈夫か、奈々子。奈々子ちゃん、無事大丈夫。うん、奈々子、初めて六本木に来たよ。かわいい、かわいすぎる。かわいい、確かに。やばい、奈々子かわいい。六本木で謎のキャラクターと謎の社長に捕まってるんですよ、今。怖いな。捕われとる。さあ、じゃあ、はい、あ、そう、川村さんのくじ引くの忘れてた。ごめんなさい、奈々子ちゃん呼びたくて忘れてた、ごめんね。奈々子ちゃんごめんなさい、ちょっと先に川村さんのくじ引くのやらせていただきます。はーい。はーい。あ、すごい、キュンキュンする、やだ、可愛いって言われてますね、これで喋ろうとしたら。マイクじゃないですね。あんまりヘッドセット使わないですびっくりした。ね、ボーカリストはやっぱりこっち使いたくなりますよね。53番。53番。おめでとうございます。ありがとうございます。ポスタープレゼントしますので。はい。さあ、可愛いっていうのはこれは奈々子じゃなくて川村さんに対する可愛いですからね、これね、本当ね。可愛い。もうええ、もうええ、お前たち。おかしいですよね、あの居酒屋で生まれた人が可愛いって言われてるのもね。ここまでの設定ね。じゃあすみません、奈々子ちゃん、もう一回、はい、あの出てきていただきます。大丈夫ですか。はい、よろしくお願いします。いや、礼儀正しいですね。可愛すぎる。じゃあ行きましょう。奈々子ちゃんへの問題はこちらです。はい。ペルソナ4にも登場し、今作ではそのテーマソングが7個のダンス楽曲となっている大型スーパーの名前、純烈さん、簡単すぎだろ。何これ、甘いよ。7個分かったよ。明らかに甘くすることを考えてるとしか思えない。でも一応お兄ちゃんとお姉ちゃんの意見も聞かせてください。怖い。やばい、かわいすぎるね。丸だよ。丸丸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 がいっぱい。丸がいっぱい。やばい、かわいい。みんなやられてんだ。みんなやられてるよね。じゃあ、あの、すいません、丸でいいです。だ、お答えはって一応聞かないとね。丸でいいですかね、今聞かれて。なんかもう、どんだけ甘くしたくなるのか。はい、甘やかしてもうね、もう本当にね。もう、じゃあ、奈々子ちゃん、あの、答えは丸。おめでとう。ありがとうございます。じゃあ、これを奈々子ちゃんの元へ。はい。なんとなく熊の元に渡すときよりいい気持ちなのはなぜか。渡すときに、ね、じゃあ引きますね。はい。33番の方。すごいね。おめでとうございます。おめでとう。なんとなく33番の方、倍ぐらいありがたい気がしますよね。問題は一番簡単だったけど、間違えた、はい、ジュネス八曽稲葉店が正解でございますということでございますが、じゃあそれでは最後の奈々子ちゃんに加えてここで和田さんにも、イエーイ、超難しいやつ、超難しいやつ、そうだ、超難しい、難しいですか。ここでどう考えてもジュネス問題出せないですよね。出せない。で、今度みんなさ、答えないっていう、そうヒントを与えないっていう。ちなみにあの和田さんが答えることができるとパーフェクトですよ。お、すごいですね。ここまでのプレッシャーですね、これ、はい。じゃあそれでは、はい、ペルソナ4のディレクター、はい、和田さんに対する問題はこちらです。T4D のテーマソングダンス、ひでえ、これ絶対わかんないじゃん、わかんないよ。ダンスの最高難易度オールナイトでのトータルノート数はわかんないよ、745である、丸か×か。これはこれちょっと資料見に行っていいですか。資料、いや、それもう完全に壇上でもロータスさんと平田さんで丸×分かれてますね。分かれてる。これさすがに分かんないでしょ、これ。なんか、でも、おマジで、マジで本当本当なの、書いてある。あ、ドルチェさんがやってたのもう覚えてんの、すげえ能力だな。すごい、あの人がダンスやったの、すごいよ、すごいな。じゃあ曲違うよ。ちょっと違うぞ。そうか。覚えてる人いる？さっきのメイズオブライブだっけ？あ、そうか。さっきのメイズオブライブだもんね。ダンスだもんね。そうだね。あ、やばい、やってない。関係者しか知らない。関係者しか知らない。あ、そうですよ。発売前だしね。うん、そうですね。これもでも勘でいくしかないですよね。メイズミットの時間尺を比べてるのね、楽曲のね今。ああ。すげえな。何そのサイエンティフィック。レベルが高すぎるよ。すごいな、BPM とか確かに計算すれば出ますけどね、それね。だってそんな数学オリンピックじゃないんだからさ、これ。やってる、すごいな。7個にちなんで775っていうね。
765ではないってコメントが俺は好きではある好きではさあではどうしましょうか、はい、和田さんいくつだと思うか、つまりは745なのか丸かバツか、いきましょう、どうぞ。お正解、すごいパーフェクト、和田さんさすが、素晴らしい、すごい正解、正解出ました、正解735だったんですか。和田さんこれはお気づきになっていらっしゃいました。全然分かってなかった単に2分の1の運の良かった人ということですよね、はい、もう信じましたもん、信じました、はい、あでもすごいですよね、持ってるというか、あの運のいい人、2分の1を引き当てることができる人がやってる作ってるゲームってことですか素晴らしい、運のいいゲームでございます、おめでとうございます。ね、あの、あ、で、しかもそうだ、和田さんにもここで引いてもらいましょう、はい、はい、和田さんにもお願いします。ガチ勢がすごいって言われてると本当そうだね。ナミコ、はい、じゃあ見せていただきましょう、よろしいですかはい、あ、じゃあこれ自分で読んでいただいて、全然、はい、19番、19番、おめでとうございます、おめでとう、はい、先ほども言いましたけれども、お帰りの際にですね、受付のスタッフに声をかけていただきたいと思いますが、それでは一応社長いかがでしたか。はーい、当たった人本当に本当におめでとうね、そして当たらなかったほとんどの人、運を貯めておくのよ。では聞かせて、高いな、田中出張版生々、今回はここまで、月中届いとるくまよ。 P4D 発売直前イベントをご覧の皆さん、朝倉大輔です。今回この P4D で Your Affection という曲のリミックスを、ね、作ったんですけれども、まあ、原曲もすごくメロディーが、ね、あの気持ちいい曲だったんですが、まあ、あの音ゲーというところで、結構プレイしながらもテンションが上がるような、EDM リミックスな感じにしたんでですね、ぜひ皆さんにもプレイして、盛り上がってもらえたら嬉しいなと思います。で、今回ですね、6月の末に放送になる、ペルソナストーカークラブという、番組にも、今度お邪魔するので、よかったらそちらも見てください。その番組ではですね、実際に、ビーター持って、プレイも僕も挑戦してみたので、かなり頑張ったので、はい、楽しみにしててください。というわけで、ぜひ、ね、P4D でギアフェクションプレイしてくださいね。なんと、朝倉さんからのお手紙だったくま。朝倉さん、ありがとくま。さてさて、イベントも大詰めくまよ。最後のコーナー行っちゃうくま。みんな、準備はできてるくま。オッケーオッケー。そんでは、チェックラーくま。You're
big day is right there for you to grab your next chance to become whatever you want. Next chance to move on. Next chance to find the way you belong where you can shine. Flow with a design. Feel everything falling light is easy. Think about your next chance to move on. Whatever you want. Next chance to move on. Next chance to find out where you belong. Jackson TV Nico Farley Nico Nama. Shout out to all my people abroad. Big bucks, pain, man, a dirty looking face. Turn those patience to these complacents. Success is through assistance, through a set of sensitive. Need a lot of confidence before humanity. Reason why I've got a crew behind me, my family. Every week you try to prime me, never ride. I believe in beauty or destiny. It's fire, stuck in the blood, the flesh of the flesh. But dark in the soul, the less of the heart, the less is the talk. Yo, back shot of TV, the talk like TV. Bottomless dark, start on me now for the weakest. Underestimated when you're bringing what's illuminated. But you're losing it. Now I won't be my banana. Switch with staff, kind of tap with a step bar. No destiny, but I try to stay here. You no more, no feeling, no difference, disgust, no pain, no sanity, body aching, clay joy, all fate. Invisible, real enemy, bring your mind to down. Many people confused, information's here to choose. Recognize the source, of course, so get a QC. Be careful who you choose to speak in back room. Third, I see you in the classroom. Lies after lies, they don't think I've gone all the juice. It's hot, hold beyond the bizarre, so intriguing. Those ones jump off and pull the money dreaming. Dancing to battling against these demons. Great souls, you can scream it, oh please Jesus. Money makes the world go round, do the riches. Mother, tradition, but you never listen to me. Chick, chicken with a thick cover with chick, fire, burn, deep, dread, baby, baby, baby. There's no sense in it, but I cry. Stay here. To everything, but we gonna bring it up. Even if a time or words to live, bringing up until my last breath, never ever gonna give it up. Ridiculousness, supposed it's sick, sick business. But we ain't gonna be fooled by these sickness. For brief is safe, it's down with pure goodness. I guess comparably, so just throw your hands high in the air. In the air, so I can see how you're feeling. Put it up in the air. When I say yeah, I wish you say back, say oh yeah. I love it now. Let's change the world together, boy. Like a chicken, I wanted to get away. It's
afraid. I mean, suspicious if I have to. I'm not afraid to. No, 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 no. I am so determined to chase after what hidden and seeds. This day, this moment. What I'm doing. And I keep to celebrate. What I'm doing. Ignition till down. It's about that time to drive the truth. What I see. Spend your bed in movies. What I see. Ignorance is my plea. They say that we still around. Can't keep on. But my determination is my ruin. It's up until I won't be a bit to me. It can't freak you, there won't be any treat. I'm not afraid to find another soul. So we get so hungry to seek out secret. Can you see it? But I am after you. And don't waste to activate. My car, even if things fancy, my magic charm. I need to know, even if it may kill, even if it may change me, ready to face truth. And I keep the feeling, ignition to them. It's about that time to drive the truth. What a stranger than a movie. Ignorance is not bliss. They say that we survive. I'm gonna go on. I'm gonna keep it on. And two words to activate. What a more fears to go. It's about that time to feel the ink. What a stranger. すごいね、ワナフシーとワナフーがもうすごいパチ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 ってなってるね。気持ちいい。いや本当にリコファーレ初めてだけど、こんなに楽しいとは思わないよね。本当だよね。本当楽しんでますか。イエーイ。ニコ生楽しんでますか。イエーイ。超楽しいって出てるね。いいねいいね。そんなテンションで言ったんじゃないかもしれないけど。いや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 本当にね、今日はありがとうございます。イエーイってなってる。だってこれさ、抽選で当たった人たちでしょ、うんうんうん、倍率すごかったんでしょ、倍率だってねー、だからみんなね、運がいいと思うんだよね。そうだね、てか貯めた運を使ったのかな、抽選で今まで貯めといたやつだ、貯めといたやつだ、そうだったんだ。そうね、その中でポスター当たった人はさらに運が良かったってことだ。そうだね、また貯めないと、ね、まあでもさ、こうやっていよいよ P4D が出るけど、本当だよ、プレイした、うん、ちょっとやったよ。マジで何やったの、本当ね、
Pass with my true self やった。リッチなあさ抜きパッサリ。うん。抜いといた抜いといた。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 リッチだった。ユミさんはまだやってない？うん、まだやってない。あ、そうなんだ。うん、お、ちょっとね、俺あのさっき言い忘れたけど、ベストフレンズが結構好きで、うん、バンボックス。あ、かっこいいよね。そうそうそう。うん、でもやっぱりね、空に行くの時にこういう風にやっちゃうんだよね。まあ私はガリに酔っちゃうけどね。食ったのすぐ食ったのすぐ。ガリに酔っちゃうやつね。公園でガリ。それってまだ。ちょっと待って。ちょっと待って。ふうふうふう。Why Japanese people?言うんだったら俺が言うでしょ、普通それ。何だったんだろう、もう。いやいやいや、さてね、そんな感じで、ね。そうですね。うんうんうん、そっとしといて。ぐだぐだなっちゃうんで、そう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 、みんな時計を見出したね。次行く？次ね。まだあるんですよ。じゃあね、いい聞きたい？じゃあ次に行きますか。盛り上がりじゃね、今日一の盛り上がりだね、今日一の盛り上がりじゃね、すごいよね。いやもう完璧にマスターしてきたんで、そう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 、もう一回大きな拍手を。イエーイ、はい、素晴らしいよね。はい、もうどうしてもあの7個の PV を見た時に可愛すぎて踊りたくって、あのお願いしたらまさか生歌で踊らせていただいて本当にありがとうございます。とんでもございません。うちらもね、実はリハーサルでやってる時に大丈夫なのかな、踊れるのかなって言ったら一番踊れたっていう、ね、すごい、一番踊れで一番この曲リハーサルしたってどういうことよね。 うちらもね、まあでもジネス歌ってだって、えマジで。さあ行きます、せーの、エビデイヤーライジュネス。やかましい
やかましい、やかましい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。田中さんがいいです。お、このコメントも、おいおいおい、今日一やめろ、今日一今日一やめろ、今日全部持ってかれたね、持ってかれるね、今のね、本当に勝てねえな。さてさて、時間も残りわずかになっちゃったんですけど、はい、次が結構たっぷりあったよ。ね、はい、こちらこそありがとう。 P4D 買おうぜ。 P4D 買おうぜ。よし、じゃあ最後はやっぱりこの曲で盛り上がりたいと思います。 Reach out to the truth。ありがとう。 I face up, I hold down, I reach out to the truth. All my life's security for the moment to now break away. Oh God, let me up, can you let me up, can you set me free from this second hour of death with the last beach in our soul. Hey, hey, hey.Give it your life, only if you realize Hearing nobody's life, to the cellulite Stop the girl up, for better keep it bad Bro, change your reasons, not a greater cost You know the sickest heart, stop down this here Those who sympathize, you die, killers pass you by Do not waste your time, and hit in front of God You don't matter, and I see Justice to them all I face up, I hold down I reach out to the truth All my life, seeking to seekFor the whole moment to now break away Oh God, let me up, can you let me up Can you set me free from this second hour of state In the last beach in our soulBlow it up a pile, let them tears and bunny cry Got him always talking, she's all behind me, good news Behind! Come on and quit the shizzle, tell me what you really want Lot of ladies, I keep hearing a thing in a tone on your voice Cause when we get to know how everything reflects Your soul and spirit's lost, pretense gets rejects Look man, you were one who actually you T-test I guess there are good reasons why you can't see next I face up, I make help, I preach a cookieFor the whole moment, now it's on Oh God, it's enough, are you satisfied? It's already disgusting to dance with your palms set To the last beach in our soul Now I face up, I'm calling I reach out to the truth All my life to see the truth For the whole moment to now break away Oh God, let me up, can you let me upCan you set me free from this second hour of sex To the last beach in our soul The world of sex To the last beach in our soul Hey! 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 Wash it! Hey! Wash it! Hey! Wash it! Hey! Wash it! Wash it! Wash it!Thank you! ありがとうございます。ありがとう。
最高ですけど、もうここで見るとクマでかいね。すげえサイズって思いながら見てましたけど、まあ、それにしてもあのジュネスのテーマの時のロータスさんと川村さんにどういう顔をして見ればいいのかっていう、ロータスさんすっげえ恥ずかしそうにやってましたよね。いやでも楽しかったですか。いやじゃあそれでは、もう一回ですね、本日、ベルソナ4、こちら発売 P4D の発売直前にニコ生にご登場いただいた皆様にもう一度ご登場いただきたいと思います。拍手を持ってお迎えください。どうぞ。お疲れ様でございました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 。さあ、一応今日のこう出演者の皆様はこういう皆様だったはずなんですけど、社長とかは呼ばなくていいんですか。大丈夫なんですか。そうね、出てきたくないんでしょうね、けどね、社長、じゃあ社長に、まあ、感謝の気持ちを捧げるだけにしておきましょう。じゃあそれではご登壇の皆様で一言ずつご挨拶ご感想いただきたいんですけど、じゃあ若さんからいただいてもいいですか。じゃあせっかくだし、今日ここまで何もね、ずっとだって一番出演時間長いですよ今日、ダントツに。ではお願いします。初めて喋ると思う。本当。あら、はい、今日はありがとうございました。本当になんか今回はね、DJ タイムまでねやって皆さん最高に盛り上げてくれたんで、なんかね、すごい感無量。DJ 若さんに大きな拍手を。イエーイ。あれですよね、若さんが出てらっしゃるイベントとかって DJ 若で検索すれば出てきます。じゃあそれで検索していただいて、今日のプレイでいいなと思った方はぜひ足運んでいただきましょう。ありがとうございました。では、このじゃあ立ってる順番で平田さんからご感想いただいてもよろしいでしょうか。はい、もうね、今日本当に楽しかった。なんか、ね、どうしよう、ちょっと用意してなかったんだけど。いや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 、いやでもね、あのね、あの P4D あのすぐあのやりたいなと思うので、あの多分うちの事務所に届いたら速攻うちに送ってもらう。だからみんなより1日ちょっと遅いかもしれないけど、あの頑張って、私あの歌いながらもう難しいやつできるように練習しようと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではじゃあ続きましてロータさんお願いしてもよろしいでしょうか。はい、P4D、 あの真面目に言うと本当にこんな光栄な、ゲームに関わらせていただいて、自分のリミックスもね、あのすんごい怖い感じで最初始まるのにふわーっとなるようなああいうチャレンジな曲をねさせてくれて本当にありがとうございます。他にもたくさん素晴らしい曲があって、みんなに負けないぐらいにやり込んでやろうと思います。 ありがとうございました。ありがとうございます。すみません、ロッタさん1個だけ聞いてもいいですか。はい、ジュネスのテーマを踊ってみた気持ちをいかがだったかと。その前に僕、はい、昨日、はい、夜中の1時から3時までずっと一人で自分の部屋でこうやってやってたんですよ。かわいい。今年これだよこれ、はい、なんかね変にハイになって楽しくなってきたんですけど、はい、寂しさがすごい。ここでやった気持ちはどうですか。そうするとここでやった気持ちはね、やっぱり恥ずかしいよ。かわいすぎる。かわいすぎるわ。いや今日ね、一つがもう可愛いがキーワードになってましたよね。ロタジュさんどうもありがとうございました。では河村さんお願いします。はい。早い早い。いやもううるせえよもう。なんだっけな。はい。いや今日私初めてニコファーレ来て。あ、そうなんですね。はい、はい、でこういうシステムでこうライブやるのどうなんだろうって思ったんですけど、ここの、まあ、もちろん会場にいるお客さんの熱気と、あとはねやっぱりね、これ文字、そうそう、このコメントが、うん、その後ろにたくさんいるっていうのをすごい、その後ろにたくさんいっぱいなんか愛を感じて、ね、一緒感あるよね。うん、すごいね、あの上がった上がった上がった、上がった、うん、ありがとう皆さん。生のなんか良さみたいな、こういうことかっていうのか、体感したね。うん、なんか内心思ってたこととかちょっと言ってくれたりとかね。うんうん、そうね。そうそうみたいなね。いや本当に今日はありがとうございました。ニコ生の前の皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。温かいコメント最高でした。そう、今だからみんなが内心思ったこと言ってくれてるのが、今全員の統一見解が可愛いなわけですよ今。本当にね、もう嫌がらせなんですよこれだけは。いやもうあれはもう完全にあのジュネスのテーマへの前振りだったと思ったんですけど、ね、いかがでした。ロータさんと同じこと聞きますけど、いかがでしたお気持ち。あ、ジュネスですか。はい、今回一番力の入ってた部分だったので。
そうそう、ほんとね、あの力が入って緊張するっていうね、あの曲だけ。あの曲緊張するんですね、はい、あ、他のところはもう堂々歌ってて、しかも周りが見えて気持ちよかったですよね。ほんとこのリコファーレね。そうですね、ね、本当にありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ちょっとあのここ突っ込んでしまったら、ちょっと本当に可愛くなってくるこの感じ、やめて。ありがとうございました。さあ、それでは山口さん、お願いします。はい、はい、今日は盛りだくさんでしたね。楽しめましたか、皆さん。ありがとう。で、なんかね、あのニコ動の方も、はい、来場者数が6万超えて、すげえ、コメントも10万を超えてるらしくて、すごいことになりましたね。改めてペルソナのね、人気を思い知らされましたけれども、でも本当にもうペルソナ P4 とね、始まってもう8年、10年ぐらいね、になるんですけれども、なんかもうずっとなんか今までもクマと一緒に皆さんと一緒にですね、楽しませてもらいましたけれども、なんかまだまだこれからも楽しめるんじゃないかなと思いますし、僕もですね、なんか結構できそうなんで頑張ってやろうかなと思います。お、ですね、まだまだ、P4 盛り上がっていきたいと思います。どうもありがとうございました。イエーイ、すごいね。あ、当たり前だろ。あ、そうだ、私さ、言い忘れたことあった。あ、なんすか、カノさん。今のカッペさんの話聞いてて思い出したんだけど、はいはい、私この曲ほら、参加曲が少ないじゃない。おー、 P3D はいつ頃に。おー、そうですよね。いずれコロマルが踊るってのはいつ頃にありますか。それあれですよね、あれですよね、ぶっちゃけ P4D が売れたら出ますみたいな。お、まあちょっと検討させていただきます。おー、コロマル見たい人は皆さんにかかってるという。そう、皆さんにかかっております。この売り上げにかかっております。踊る鬼太郎見たいだろ。行こう。見たい。コロマルには負けないクマ。負けないクマ。さあ、もう完全に外堀を埋められた状態の和田さんでございます。和田さんにあえて言うなら無茶しやがってっていうコメントですよ今の。ということで山口さん、ありがとうございました。じゃあ、そして神田さん、お願いします。はい、お兄ちゃん、お姉ちゃん、今日はナナコ、ダンス上手に踊れたかな。踊れたよ、踊れたよ、踊れたよ。なんか、なんでか知らないけど、顔を隠さなきゃいけない日が。おー、すごいですね。すごい、ナナコの嵐になっとる。すごい、コメントから音がしそうだもん。本当にネットの前 のニコ生の前の皆様、ありがとうございました。今回はわがままを本当に言わせていただいて、どうしても踊りたいって言ってマネージャーさんに直談判をして、PV を送ってもらって、家でこっそり楽しもうって思ってたら、まさかのイベントで歌うので一緒に踊っていいですよって言われて、はぁーってなりまして、まさか一緒にリハもやっていただいて本当にありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。ペルソナ4も今までずっとナナコは、いつも家でお兄ちゃんたちの帰りを待ってるっていう立場だったんですけれども、今回の P4D はなんとナナコも一緒に事件解決するのに大活躍しますので、その点でも楽しみにしていただけたらなと思います。P4D もうすぐ6月25、うん、あと2日ですよね。2日後ですね、はい、皆さんたくさんプレイして楽しんでください。今日はありがとうございました。そんなサウンドクリエイター出演者の皆様からのコメントいただきましたけども、さあ和田さん、あと2日で発売でございます。今のお気持ちを。はい、今日は本当に皆さんありがとうございます。はい、いやもう本当にペルソナファンの方々は最高だなって本当に感じられるイベントで、もうコメントもそうですし、会場の皆さんのからですね、本当にもうパワーをたくさん今日はもらいました。いよいよですね、まあさって発売になりますけれども、まあこれからですね、まだキャンペーンとかスコアアタックとかを含めたキャンペーンとかですね、追加コンテンツ等々もいろいろ用意してますんで、皆さんたくさん遊んでいただければなと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。そうね、そうだよね、作ってくれた人がいなければこれできないですからね。和田さん、ありがとうございました。ありがとうございます。アトラスの皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。
さあそれでは今日せっかくなので最後に皆さんで記念撮影をして、はい、最後締めたいと思うんですが、じゃあカメラさん上がっていただいて、で後ろの背景を切り替えるのね、切り替えて、で皆様には番長ポーズを撮っていただいて、それで写真撮ろうということになっておりますんで、はいはい、あすごいものすごいジョン・トラボルタみたいな感じなんですよ、うん、すごいすごい、和田さんもやるんですね、ええ、若さんいいんですか、若さんいいんですか、はい、皆さんどうするか、これ若さんは入っていただいた方が、若さんも入っていただいて大丈夫ですか、ええ、若さんも入っていただく、はい大丈夫です、はいはい、あ目黒さん小塚さんはダメダメだ、恥ずかしがりみたいです、ええ、ここまでみたいです、ええ、じゃあそれでは皆さん番長ポーズ同時に撮っていただいて、会場の皆さん、そうね、会場の皆さんは無意味にやっておこう、映らないけれども無意味にやっておこう、はい、じゃあこれあのすみません、皆さん表情はどんな表情がいいんですか、明るい方がいいのか決めてる方じゃなくて、笑ってていい、笑顔で、じゃあすみません皆さん笑顔でってことで、あもう会場の皆さん満面の笑顔そのままあの向けてていただいて、表情映りますんで、表情映りますんで、えすみません、ロータスさん厳しい厳しい、いい感じ、あいい感じいい感じ、すごいね、和田さん人生でこの格好すること二度とないかもしれないですね、すごい和田さんテンション高い感じ素敵、はいはい、最後もう一枚いきますか、もう一枚いきますか、はい、じゃあはい、満面の意味で撮りましょう、はーい、はいはい、ありがとうございました。では以上をもちましてペルソナ4ダンシングオールナイト発売直前にこの生ここまでとさせていただきたいと思います。ご登壇者の皆さんに大きな拍手、ありがとうございました。どうも司会の日本放送吉田ひとりでございました。ありがとうございます。ご来場いただき誠にありがとうございくました。クマのクールなダンスが楽しめるペルソナ4ダンシングオールナイトはいよいよあさって6月25日に発売となります。クマどうぞ、クマ最高のステージを、よいって、ちょっとブレーカー落ちた、クマまだ挨拶の途中でしょ、照明さん、クマのプリッチーな顔が映ってないクマよ。え、なにクマ、ふんふ、まだなんかネタあるクマが、それ毎度のパターンクマよ、今回もクマ聞いてないでしょ、え、もう始まるクマ、いやちょっと早いクマ、早いクマ、まだクマが挨拶、とりあえずあのみんなありがとうクマ。君の視線、あたしが奪う。Dear my guilty lover。始まるみたい。レッツダンシー。マーガレットが言ってた。すごく難しい。できるかもしれないじゃん。もうやけくそだし。魅了する脳だ。高まるパトスのシンクロニシ。って、うわー、ペルソナ4ダンシングオールナイト。はあ、あれ、あ、もう始まっちゃった、なんだよ、僕に盛り上がれってのあははまいったな、
仕方ない。付き合ってやるよ。たまには悪くないわね。ショータイムだ。こんな感じ。見てね。あ、応答せよ。こちら足立、聞こえる？ペルソナ4、ダンシングオールナイト。